朝お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。定刻になりましたので、ただいまから第8回東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康の在り方に関する専門家会議を開催いたします。本日は新井委員、佐々木委員、志々津委員より、ご欠席のご連絡をいただいております。また、総務委員におかれましては、途中から、ご出席という旨を、ご連絡いただいております。また事務局に人事異動による答えがございましたので、ご報告いたします。環境保健部長の塚原に代わりまして、北島が、放射線健康管理担当参事官の桐生に代わりまして、私と靴が臨時総括補佐の前田に代わりまして佐藤が着任しております。ご報告を申し上げます。理事に先立ちまして、本会議傍聴者の皆様へ、留意事項を申し上げます。円滑に理事を進行させるため、事務局の指示に従っていただきますようお願い申し上げます。傍聴中は静粛を目指し、発言、挙手などの賛否の表明や、これらに類することによる、理事の進行を妨げる行為はご容赦ください。またご質問やご意見のある方は、お配りした用紙にお書きいただき、事務局の方に、ご提出いただきますようお願い申し上げます。携帯電話、アラーム付きの時計等は音が出ないように、してください。その他、事前にお配りした内容について、ご注意をいただきたいと思います。これらをお守りいただけない場合には、退場をいただくこともありますので、よろしくご理解のほどお願いしたいと思います。それでは福島大臣政務官より開会のご挨拶をいただきます。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました環境大臣政務官の福島でございます。本日は本当に夕刻の遅い時間からにもかかりませず、皆様の貴重な時間帯にもかかりませず、ご参加いただきましてご出席を賜りましたこと、心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。また今事務局の方からご紹介させていただきましたけれども、この度人事異動がございました。環境省といたしましても、これからも一丸となって仕事をしてまいりますので、どうか今後とも皆様のご指導賜りますよう改めて心からお願いをさせていただきたいと思います。今後ともどうかご指導のほどよろしくお願い申し上げます。またこれまでこの会議におきましては、線量の把握、そして評価について意見集約を図っていただくとともに、被爆の線量に基づく健康の影響について検討を重ねていただいたところでございます。おおむね前回もそうでしたけれども、被爆線量に関わる評価をいただいたところで、委員外の専門家のご意見を賜りたいということで、本日は5人の先生方にお越しをいただきました。本当にありがとうございます。またこの本専門家会議といたしまして、事故に伴う放射線の健康の影響につきましても、専門家の皆様にしっかりとご評価をいただき、被爆と健康のリスク、これについてご議論いただきたく、今は重要な段階に入ってきていると承知をいたしているところでございます。本日お招きをさせていただきました専門家の皆様のご意見、そして委員の皆様方のご意見をしっかりと踏まえまして、本会議でいただいたご議論をこれからしっかりと集約をさせていただき、そして速やかに中間的な方針、そして方向性をおまとめいただきたいと考えているところでもございます。本日も本当に皆様方には大変お世話になりますけれども、どうか最後までよろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。ありがとうございました。福島政務官は公務多忙によりまして、これにて退席させていただきます。続きまして、本日お配りした資料について確認いたします。記事次第のところに配布資料の一覧がございますが、事務局からのお配布している資料につきましては、資料1、健康リスク評価にかかる論点の、資料1の2、住民リスク評価にかかる論点の確保形であり、それから資料2、住民の化学線量把握、評価についてまとめ、こちらを、お出ししております。それから本日、ご出席いただいております
先週末の資料ということで、木田先生提出の資料、それから木村先生、提出の資料、菅永先生提出資料、木田先生提出資料、森口先生提出資料、これが配布されているかと思います。それから参考資料として、番号のみ申し上げますが、参考資料1-1、1-2、1-3、1-4、これら4点と参考資料2-1、2-2、2点ですね、それから参考資料3、参考資料4、こちらの方を、配布しております。資料が揃っていますことをご確認いただき、過不足などございましたら事務局まで申し出いただきたいと思います。なお非常には司会よりご提供いただきました資料3点がございます。本会議のところには、直接関係をするものではございませんが、緊急被爆医療に関連した資料ということで、ご提供いただいたものでございます。そのため資料番号はつけず、委員のみの配布をさせていただきました。石川にありがとうございました。それでは議事に入りますので、以降の進行につきましては座長にお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。それでは第8回の専門家会議を開始いたします。本日は5名の講師の方においでいただきました。後ほどお話を伺いますが、本当に熱い中をおいでいただきました。ありがとうございました。で、ヒアリングは主になりますが、その前に今までの確認という意味で事務局から少しまとめについてお話しさせていただきたいと思います。資料2をご覧いただきたいと思います。少し資料の番号が変更しまして恐縮です。資料2です。こちらにちょっと、マイクに近づけて声が聞こえた方がいいと思います。失礼いたしました。お手元に資料2をご用意いただきましたでしょうか。こちらにつきましては参考資料としてお配りしております2-1、このこちらのですね、住民の被爆線量把握評価についてまとめ、都市案ということで、こちらをこれまでの会議でご議論いただいていたかと思います。今回はそれを集約させたものを参考資料2としてご用意してございます。委員の皆様方には先日意見紹介を申し上げまして、その意見を反映した形で本日資料として資料2としてご用意をしたものです。かいつまんでご説明させていただきたいと思います。まず資料2の構造ですけれども、まず基本方針があります。そして2の方角としまして、事故初期の甲状腺被曝の評価、それを1、福島県内の状況の内部被曝、それから同様に福島県内の状況として2ページ目の外部被曝、そして福島県以外に関してのものが続きます。それから3、片括弧3として外部被曝全体について、その福島県内についての状況、それから2として福島県以外の状況、それから最後4の片括弧として甲状腺以外の内部被曝、同じく福島県内の状況と福島県以外の状況、このような形で整理してございます。この資料2の要点につきましてですが、まず基本方針のところ、この中では3行目にあたりますけれども、この検討は個々の2行目から3行目にかけてのところですけれども、この検討は事故による放射線の健康への影響が見込まれる集団を検討するものするためであり、ここの被曝線量を網羅的に評価するものではないということです。それから2、片括弧2のところ、甲状腺被曝のところをご覧ください。1、福島県内の状況として、まず内部被曝のところ、この要点につきましては、初めの段落のところになりますけれども、23年3月下旬に福島県における小児甲状腺肝炎測定調査として1080人で実測された範囲では、0.2 マイクロシーベルトパワーは、1歳児の甲状腺透過線量に関する試算において100ミリシーベルト相当を下回っていた。
またこの1ページ目の4段落目、一番下の段落になりますけれども、アンスケアの推計によると、避難した住民のうち1歳児の事故後1年間の甲状腺吸収線量は予防的避難地区で15から82ミリグレイ、また計画的避難地区で47から83ミリグレイであったということ。これが甲状腺の内部被曝についての要点になります。続きまして2ページ目をご覧いただきまして、真ん中のところになりますが、三方括弧外部被曝のところです。福島県内の状況のところの初めの3行目のところを見ていただきたいと思いますが、福島県の県民健康調査によると、事故後4ヶ月の実効線量に関する約48万人の推計結果は 99.8% が実効線量5ミリシーベルト未満であったということ。続いて3ページ目の真ん中のあたりになりますが、4の方括弧甲状腺以外の内部被曝についての丸1、福島県内のところの一段落目ですけれども、福島県のホールボディカウンターを用いた内部被曝に関する約19万人の調査結果は 99.9% が予託事故線量1ミリシーベルト未満であったということが記載してございます。以上が資料2として住民の被曝線量把握評価についてまとめたものの要点でございます。委員の先生方には先ほど申し上げましたように前もってご確認をいただいているところではございますが、さらに加えるべき点がございましたら事務局までご連絡いただければと思います。資料のご説明は以上になります。どうもありがとうございました。まだ3ページはちょっと長いような感じもしないわけではありませんが、非常にポイントをまとめていただきました。まだもう少し短くできるんではないかという気持ちはありますけれども、これは一応もう委員の方にお渡ししてご意見をいただいたということでございますので、今日の段階ではこれをまとめとする、もう少し短くすることもまた次の場合には考えていただきますけれども、今まとめていただきました通りでありまして、甲状腺の内部被曝直接測ったものと、それからアンスケアの結果、それから外部被曝は主に県の県民健康調査の行動調査による値を我々としては評価すると、内部被曝に関しましてはホールボディカウンターで測ったものについては評価するというふうなことで、今まで7回ほとんど線量の議論をしてまいりました。そのまとめがここに示されている。で、今からお話を伺う前にこれをご紹介しましたのは、今この委員会がどんなことを議論してきて、先生方にお話を伺うかということを一通りお話しした方がいいと思いまして、7回の議論はほとんどその線量評価に使いまして、そのまとめがこういう格好になっているということ、そして今後の主な仕事はその線量評価に基づいてリスクを考えると、それからリスクに基づいて、健康管理を考えるということが次のステップになりまして、その方向ですでに前回お二人の石川先生と総部先生のお話を伺いました。引き続いて今回5人の先生方のご意見を伺う、そういう流れになっておりますので、一応今までの委員会の流れをご報告させていただきました。さて、それでの、あいうえお順で申し訳ありませんが、順番にご講演いただくことにします。委員会の日程と講師の方の日程とで5人もの先生にお集まりいただいて本当に申し訳ないんですが、1人10分ということにいたしまして、相手を順で全員のお話を伺って、その後、30分間自由に討論するという予定になっております。よろしくお願いいたします。で、最初は木田先生。それでは福島県医師会の副会長の木田でございます。私の方から意見を述べさせていただきます。私は今回の原発災害の地元医師会の立場から被災者の健康支援の現状と課題について意見を述べたいと思います。私の資料 の下段の方のパワーポイントの資料でございますけども、ご覧になってください。
私は原子力規制委員会の検討チーム第4回会合で、今回の原発事故による住民の健康管理は子ども被災者支援法の理念に基づき国の直轄事業として行うこと、それから住民自身の視点に立って国による健康審査、健康診断事業の長期にわたる一元管理を行うこと、そして医学的な経験や知見を集約し情報発信する、さらには医師、看護師、保健師等を研修するための拠点として国によるナショナルセンターのを設置してほしいこと、そして福島県の医療従事者不足解消のための支援策、並びに乳幼児や児童、生徒の運動施設の充実と遊びの指導者養成の充実を図る支援などを要望いたしました。で、1枚目取ってください。冗談の方でございますけれども、このナショナルセンターにつきましては、医療を享受する住民や第一原発事故処理に関わる作業員の視点に立って、避難住民と第一原発作業員がより集結している地域で、かつ医療資源を含めた社会的資源が充実している地域が望ましいことから、いわき市が最も適した地域と考えます。いわき市では平成23年12月に市民有志が法意見をいわき市に有志する会を設立し、いわき市民10万6364人の署名を集めました。下段の方でございますけど、検診の問題点につきましては、以前の会議で日本医師会からの石川常任理事がからいろいろお話があったことでございますが、同じ資料なんですが、年代ごとにさまざまな法律に基づいて実施されているため、国が実施したとなり放射線被曝の恐れのある国民すべてに対して一元的に実施すべきと考えます。次の3ページです。冗談の方ですけども、原子力規制委員会の提言ですが、国が責任を持って継続的な支援を行う必要があるというものの、国が直轄事業として被災した住民に対する健康支援を行うようには提言されておりません。またナショナルセンターの必要性についても注釈として記載されるにとどまっております。で、下段の方ですが、県民健康調査のスケジュールでございますが、この中の健康審査のことについて今日は述べたいと思います。で、一番めくっていただきたいと思います。冗談の方ですが、これは避難区域等の住民及び基本調査の結果、必要と認められた人の検診項目を示しております。6歳以下にも決算が行われ、7歳から15歳、また16歳以上にも必要と思われる血液性化学検査が行われております。で、下段の方を見ていただきたいんですけど、これが避難区域外の住民の検診項目でございますけれども、特定検診すなわちメタボ検診の項目のみとなっております。で、5ページに行きます。福島県における健康審査、健康診断の実施状況を示したものです。枠組みは今の申し上げたようになっているんですけど、県内59市町村では避難区域等の13市町村以外にも、特定検診に上乗せで血栓が24、血小板白血球分隔が11、心電図が31、眼底検査が29、クレアチニンと EGFR が45、尿酸が35自治体で実施されています。しかしこれらの検査結果は避難区域外の住民の県民健康調査の検診項目ではないために、県民健康調査のデータベースに登録されてはおりません。県民の長期間の健康管理を考える上では改善が望まれると思います。で、下段ですけども、平成23年度 この検診の実施状況でございますけども、これは避難区域ですね。全年齢合計での受診率が 35.4% と高くありません。そして平成24年度には 27.7% とさらに減少しており、速やかな受診率向上の対策が必要と思われます。この受診率低迷の大きな要因として、検診の実施期間が短いなど、住民が受診しにくいような状況が挙げられると思います。また避難者は住民票が元の居住地のままであっても、避難先の自治体の住民と同じようにがん検診を含めた検診が受けられるような体制の構築が喫緊の課題と考えます。6ページをご覧になってください。冗談ですけども、避難区域以外にも高線量の地域は存在することから、福島県医師会は県に対して検診項目の拡充等の要望を行いました。すなわち避難区域の住民に行われている検診項目を避難区域外にも行うことや、18歳未満に対しても同様に血栓等の導入を要望しました。また心電図鑑定など必須項目とすることも要望しております。また検診の受診率が低迷していることから、広報啓発のための予算確保をお願いしております。
下段の方でございますけど、福島県外の避難者の継続的な検診等の課題ですが、県外避難者は全ての都道府県に及び860の市町村に分散しております。長期的な健康支援が必要な小児児童は0歳から6歳が2900人、7歳から15歳が4300人と避難者の 20% に及んでおります。7ページに行きたいと思います。今後の県民健康調査については、委員会設置目的が県民の健康状態を把握し、疾病の予防、早期発見、早期治療につなげることに改正されました。これに伴い、県民健康調査における基本調査や検診の実施体制についても見直しが必要と考えます。下段の方ですけど、具体的にはここの住民の健康維持と増進を図るため、生活習慣、栄養、運動などの定期的な問診や検診の機会をワンストップで提供すれば、またかかりつけ医や地域の医師会などと連携した体制の活用が必要と考えます。また調査の県民の健康状態を把握し、疾病の予防、早期発見、早期治療につなげるためには、住民に最も近いかかりつけ医等の医療機関がさまざまな検診データ等を一元化にし、住民と共有することが重要と思われます。8ページに行きます。そのため日本医師会では特定検診を含むさまざまな検診データを作成し、一元管理が可能な標準フォーマットを策定しました。今回の原発事故による被災住民に対する長期的な健康支援についても活用が望まれるところでございます。その日医の標準フォーマットの運用による職域検診データの利活用を模式図に示しております。9ページから10ページにつきましては、本年2月22日に原発事故後健康管理に関して提言等を行っている日本医師会と日本学術会がさらに連携を深め、協力して国民への健康支援をはじめとする原発事故後の対処のあり方についての議論を深めるとともに、共催シンポジウムを開催しまして、ここにありますような6項目の共同座長取りまとめを発表しました。これは石川先生の方から以前話もあったことでございますけれども、1番目として国、福島県、東電、そして専門家、科学者は健康支援対策への信頼回復を、2番目として東京電力、福島第一原子力発電所事故の影響の科学的解明を、3番として国、福島県、東電は生活再建の総合的な環境対策と地域づくりの支援を、4番目として国の健康支援システム、汎用性のあるデータベースの構築を、5番目として住民、作業員への健康支援、人的資源育成等のためのナショナルセンター整備を、6番目、健康圏の概念を尊重し、長期的かつ幅広い視点からの健康支援体制の構築をとなっております。この共同座長取りまとめが本会議の議論に反映されることを願っております。11ページから24ページにつきましては、これはアバプロメット TV の白石さんからいただいたウクライナ保健省のチェルノブイリ原発事故による被災した小児及び未成年の健康状態の医療モニタリングの編成指針でございます。モニタリンググループは12ページにありますが、1から5のリスクグループに分かれておりますが、今回の福島の事故では1、2に該当することもおりません。しかし3、そして5につきましては、例えば3の事故当時0から14歳で内部および外部被爆線量の総量が10から50人それ以上のもの、それから事故当時0から14歳で被爆線量にかかわらず、無条件移住地域に移住か、その地域から移住させられたもの、または30キロゾーンから避難してきた者たち、あるいは5番目の年間1から5に居住している子どもたち、および評価する、これはですから、この、1から5に居住している子どもたち、こういったものが該当するのではないかというふうに思われます。またこれは今回この小児のものについてしかお示ししていませんが、すべての年齢に対してこのようなリスクグループに分類しまして、健康調査をずっと継続的に行っているということで、我が手においてもですね、同様な体制が住民の健康支援という観点から行われることを希望いたします。以上でございます。どうもありがとうございました。せっかくの機会でありますけど、時間がですので、皆さんの中身を覚えておいて、その時間の質問の時間までよろしくお願いいたします。じゃあ次は木村先生、よろしくお願いいたします。
さん、どうもよろしくお願いします。私の場合は、添付資料の資料の1の1から、思いつく当たるところを意見書として出していますが、私の核心部分の部分のお話からさせていただきたいと思います。5ページを見てください。この5ページに出ているこの、データですが、ベラルーシ共和国のブレスト州でにおける甲状腺がんの推移というものでございます。実は、この日曜日までブレスト州にいまして、現地の状況も、確認を取ってきたわけでございますが、この中で考えていかねばならないことを、いくつか話をさせていただきます。まずこの、ブレスト州はチェルノブイリ原発事故が起きて、2日目に風向きが変わったことによってこの地域が汚染地域となりました。でこのチェルノブイリ原発からブレスト州は250キロから500キロの距離 に離れている地域でもございます。こういった状況の中、ブレスト州は、すいません字が小さいんですが、棒グラフの、左側から2番目、これが1986年、チェルノブイリ原発事故が起きた年でございます。この時には、大人の甲状腺がんが、いくつか出ていると。そこから、笹川ファンデーションが入った90年からエコー検査を導入し、徐々に子どもの小児甲状腺がんが少しずつ見えてくるようになってきました。92年には、明らかに子どもの小児甲状腺がんが、明らかに、出てくることになってしまいましたが、翌年アメリカと、ベラルーシとの、甲状腺のイニシアチブということで、甲状腺検査が、拡充されることによってさらに上昇傾向が続くということになってきています。でそれから、2002年になりまして、いきなり上昇が見られてくることになっていますが、この部分は、ブレスト州内における、移動検診システムの中で、移動検診者の中、移動検診中に、バイオプシー、をすることができるというようなシステムを導入したために、このような、急上昇となっております。でその後、傾向としては、2005年を境にして、その少しずつ落ち着いてはきておりますが、傾向としては右肩上がりの、甲状腺がんの、推移をしております。でこのデータの中で皆さんに、まず考えていただきたいのが、この、青い部分はこれは成人です。18歳以上を成人とベラルーシはしております。で黄色の分は14歳から17歳まで、これ成年期という形で、取っておりますが、この、で赤が子どもたちです。14歳以下の方、13歳までの方々って言ったらいいですか、そういったような方々が徐々にではありますが、子どもたちの甲状腺がんが出ていた後に、成年期に移行する。その成年期に移行した後にも、今度、大人に移行していった値で、発現が見受けられるというようなことです。で、エコー検査が出てくるまでは触診をやっておりました。でこの触診で見分けられる甲状腺がんかどうかを見分けられる確率っていうのは、50% しかなかったんですが、エコー検査や、バイオプシーを導入することによってさらなる、検診精度の上昇が出てきたと。結論から申し上げますと、こういったようにブレスト州内では今事故から28年経っても未だに甲状腺がんが上昇しているということは、疑いもありません。こういったような状況の中、このブレスト州は、今人口が139万人でございます。この中で200人近い甲状腺がんが上昇、出ているということ自身が異常値でございます。こういったようなことから、この、県民健康管理調査での、甲状腺検診というものの充実化を図り、今後子どもたちに対してはきちんと、毎年、甲状腺検診を行うと
ということ、また、ベラルーシでは、危険群としてはこの18歳以下の人たちですが、事故当時18歳以下の人たちを危険群としましたが、危険予備群としては40歳以下の方々を危険予備群として、対応しております。で、子どもたちだけではなくて、まあ、これは子ども被災者支援法ですが、この場で、言いますと、大人たちへの検診も充実化しなければならない、しかも長期間にわたって検診をしていかなければならないであろうと。要は、4年後から甲状腺がんが出てくるからどうのこうのというようなことや、スクリーニング効果はどうであるこうであるということを言うわけではなくて、きちんと、調べていくことが一番重要ではないかと私は思っております。で、皆さんにお願いしたいのは、こういった甲状腺がんの記録というものをきちんと取っていく、また、外部被曝、内部被曝の記録もきちんと取っていき、また、罹患率や、罹患率じゃなくてすいません、病院にかかった病歴とかそういった病院にかかった履歴などをきちんと残していくシステムが、この国にはなされておりません。医師法ではカルテの保存期間は5年間です。で、それ以上は亡くなった時にその後の過去のデータを見ていくことはできません。ベラルーシでは、死んでから10年間は保存期間として残されておりますし、ウクライナは50年間の保存期間、死んでから20年というような、ことも、言われております。このように個人が1枚のノートブックの形として常にそれを管理するか持ち歩く、個人がこう保存するか、地区中央病院というようなところで保存管理されてますが、そういったようなきちんとした保存機構を、充実化しなければ、今後もし、これは、スクリーニング効果でない場合に対して、どうであったかということが言われません。また今後、今出ている甲状腺がんの方々に対してもあくまでのスクリーニング効果だということを医師や、その専門家の人たちが言ってしまいますが、これは、公害問題等も含めて、少なくとも、こういったようなことを、専門家が言い切ってしまうことで足切りとなってしまう、原爆症認定の問題や、痛々病や水俣病の認定基準、そういったようなものに関与してくるということで、まず疑わしきは罰せ、これは厚生労働省でも、やってます、労働基準や労働安全衛生法でも言われているように労災認定のように疑わしきは罰せというのが一番筋ではなかろうかというのが私の意見でございます。ということが、今回言いたかった中心でございます。以上です。どうもありがとうございました。またあの WWE との比較は次の先生にもあるかと思いますが、また後で一緒にご討論させていただきます。それでは菅根先生、よろしくお願いします。それでは菅根でございます。よろしくお願いします。私はあの先ほどあのこれまで7回の会議のお話に伺いまして、非常にあの科学的なことに基づきまして専門家の先生方が占領評価をされておりますが、私は今回いわゆる健康管理のあり方ということがありますので、それにつきましてですね、チェルノブイリは事故の後の健康影響の現在、私2年前にベラルーシ行ってまいりましたですから、それと向こうの対策が何をしているかということをお話しさせてもらいます。このカタンの方でございます。これはこのマップはベラルーシ共和国の放射能汚染図でございまして、これは事故後10年目のセシウム137の土壌の汚染マップでございますが、私は今回ここにありますミンスクと、それから高汚染地ゴメリとしたの、それからチェルノブイリ原発から90キロのモズリという町に行ってきました。いずれも私は過去に行ったところでございます。特に今回、私ゴメリの町からちょっと上がりまた上、今北の方にありますが、ベトカという地区の赤いこのホットスポットエリアでございます。その中に、紫で、これが3キロゾーンと同じように現在居住禁止区域です。ここに行ってまいりまして、その辺の話をさせていただきたいと思います。なお居住禁止区域紫のところ、これが、年間の被曝線量が5ミリシーベルト以上、それから赤のところの限界管理区域、これが1ミリシーベルト以上というところでございます。それからまた黄色のところが、これは汚染地域でありますけれども、1ミリシーベルト以下でございます。じゃあ次のページお願いします。これは見ていただきますが、ゴビリ州のベトカ地区の赤いところでございます。限界管理区域ですが、住民は心配しておりますけれども仕方ないということでもって今ここに住んでおります。
それから下段のこれはさらに奥に入りまして、いわゆる居住禁止区域のところでございます。この真ん中に2人いるのが行政の職員で、この地域をですね、定期的に巡視しております。まあ、火事とかあるいはまたさまざまな事故等を巡視しておりますが、まあ、彼らの話を見ますと一生懸命、除染したけれどもどうしようもなく今も住めないんだということでございまして、現在は除染はしておりません。現在ここには5組の老夫婦が戻られておりまして、まあ、定期的に1週間に一遍は日用品などを販売している巡回販売ですかね、やっております。次のページをお願いします。でこれは今度は原発から90キロ私が半年ほど言いました低汚染地域でございます。これはゴーメリ州のモーズリ州というところでございますが、これはここに子どもたち少年少女の舞踊団でございますが、この子どもたちがどういう状況であるかということもこの子どもたちのレッスンの指導者あるいはまた保護者等からの話を聞いてまいったところであります。でこの下段の方でございますが、それじゃあチェルノブイリ事故の後の健康被害影響はどんなものであるかということで、まあ、最新のものでございますが、これは特に低濃度低汚染地域における現状でございまして、これは現地のドクターからの話でございます。一つはやはり免疫機能が相変わらず低下しているんだということで、子どもたちも非常に感染にかかりやすいとか、こういう、あるいはまたそれ以外のこともございますが、特に、まあ、上気道感染を含めて、なかなか難治性であると繰り返すということ、あるいはまた最近は胃障害ということで、まあ、貧血等が出てきているんだと、この10年間。まあ、これがいろんな原因があろうかと思いますが、特に血欠乏性ということはないみたいでございますが、いずれにしましても貧血が出てきている。それから中産期以上ということで、これはやはり未熟児、早産、死産、それから先天性異常ということで、これは次のところでもお話しますが、こういうことが今増えてきているんだと。それからその他の健康影響ということで、まあ、これが上のこの段には子どもたちなんですけれども、非常に疲れやすいとか集中力欠如とか体力の低下、このようなことが現在出ていると。特にこの子どもたちが、まあ、事故前の子どもたちは厳しいレッスンも耐えられるんですけれども、現在子どもたちはやっぱり途中で休まなきゃいけないとか、これはもっと以前に今授業時間も今短縮しているようでございますが、これがまあ、どうしてこういうふうに非常に非常に疲れやすいか、かつての、広島のブラブラ病院のような非常に疲れやすいって、この辺もよく分かりませんけど、こういうことが現実にあるということ、それからまたセシウム体内蓄積の問題等が、まあ、あるということ、まあ、だいぶこの方の影響も取れてきたと言われておりますが、次のページをお願いいたします。そこで、これは2年前のところでございますが、ゴミレ州の、まあ、公的医療機関勤務医医師、これは3回でございますが、の話でございますが、まあ、一つは、ここに来てやはり子どもや成人のアレルギー疾患が増えていると。例えば、喘息とか皮膚疾患などの増加。ただし、これは家族歴においてはこういうアレルギーのヒストリーはないということでございまして、これは増加している。それからもう一つ、これは大きな問題でしょうけれども、胎児異常の増加ということで、まあ、近年ベラルーシでは国の方針として妊婦の定期検診を非常に厳しく実施するように言われておりまして、そしてもし、妊娠期間中の検査で何らかの異常が確認された場合には、まあ、ご承知のとおりルカシェンコ大統領は独裁的でございまして、反強制的に人工中絶をですね、支持しておると。ところがこの3回の話によりますと、中絶を進めても出産を希望する出生があって実は困っているんだって、まあ、こういうような現実でございまして、まあ、向こうはこういう子どもたちが後放置されてしまうということがあるものですから、まあ、そういう意味でできれば今回は残念なく産まない方がいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、良心的に捉えたいんですけども、しかし現実にはこういう問題が起きているということでございます。そしてこの下にありますが、ベラルーシ共和国のこれは保健省の、
これはいわゆる厚生労働省の母子部門の部長さんと、それからベラルーシ保健局の一番高度の先生だった保健局の副局長さんが話をしてくれましたが、じゃあ現在どうなのかと。でこれは原発の事故の後、これ26年目になるんですけども、巨人汚染居住、汚染地域の居住の子ども6歳から17歳に対しましては、国による年2回の定期検診を継続しております。現在1回目は内分泌の専門医の診察、それに合わせて眼科検査および歯科検査、そして必要があれば小児科医の診察を受けると。それからまた甲状腺の超音波検査をしております。でもちろんこれに合わせて、さまざまな血液及び尿検査等々を行っております。またホールボディカウンターは希望者にのみ実施しているようでございます。それから2回目の、ね、2回目ですが、2回目は特に小児科医による検診が主体でございまして、必要があれば甲状腺検診などを実施しておるというのが現状でございます。でここで診察や小検査において異常が確認された場合には公的な医療機関にて精査を実施しておると。なお汚染地で生活している18歳以上の住民に対しても年1回の検診を実施しておる。また汚染地の子どもたちには毎年 1ヶ月の保養を実施しておると、これらの健康管理対策等にかかる費用は全て国家負担であるということでございます。そこで私自身、今までこういろんながんのことをお話しされておりますが、むしろ、低線量被曝等によるものか分かりませんけれども、先ほど申し上げましたよね、非がん性の疾患、がんじゃないようないろんな問題が出てますから、こういうところにやっぱり少し視点を当てていかないといけないんじゃないか。いわゆる子どもたちにとりましての長期にわたる低線量被曝の問題というのは、これよく分かってないんですけども、先ほど申し上げたような、ファクトとして事実でこういうことがあるんですけども、それ本当にそうなのか、あるいはまたそれ以外の被曝と関係ないのかって、この辺もやっぱり明らかにするためには長期にわたってやはり検査をしていった方がいいのではないかなというふうに思っております。最後のページでございますが、一つはゴメリ州の保健局長さんにお会いしまして、この人が一番、力があるんですけれども、お話しした時にも、やっぱりルカシェンコさんができるだけもうチェルノブイリのことを話してほしくないし、言うなってことが今特に医療者に対しては非常に厳しい規制がございまして、観光料を支持しているわけでございますが、この人ももう全て終わったんだと、今起こっていることはみんなメンタルの影響だということを言われたものですから、私もそうですか、でも本当にそうかどうか、これまで申し上げたことが本当にメンタルかどうかということは分からないんですけども、もしメンタルであればあなたの名前を借りて私日本に帰ってからいろんな話をさせてもらっていいですかって言ったら、ちょっと待ってくれということで、実は私医者だということで初めてですね、いや実はまだチェルノブイリ終わってないんだということでいろんな話をいただきまして、これからも継続していきたいんだという。最後はこれはベラルーシ科学アカデミー永竹先生もご存じの通り、デミチキ・ユーリがここにいますけども、彼に会いまして、そして福島のことは本当に気の毒だということで、今後ともぜひとも日本とベラルーシで、それぞれの原発に関しては情報交換し合いながらやっていきましょうということが最後のことでございました。以上でございます。どうもありがとうございました。いろいろとこの現地のチェルノブイリの最近の情報を含めてお話しいただきます。また後ほどお願いいたします。はい、では次は津田先生よろしく。岡山大学の津田です。資料に沿って説明させていただきます。まずは下っ側の資料ですが、100ミリシーベルト未満の被曝では放射線によるがんが出ない、あるいは100ミリシーベルト未満の被曝では放射線によるがんがたとえ出てもバックグラウンド等でわからないというような話が今年やかに、言われています。でしかし放射線による発がんというのは域値がないということは、1949年に決められて以来、その後変えられてはいません。ところが、次のページに行ってください。
松浦章二郎っていう原子力安全委員長を務められた先生が、赤字のところですが、科学的かつ疫学的に100ミリシーベルト以下の被曝領域では放射線影響は見られないという評価というふうにしてですね、100ミリシーベルト以下は癌が出ないというふうに信じておられるようです。それからその下の赤字のところを見ていただけたんですが、それならば疫学的研究とは別の視点から低線量被曝影響を全身から器官、組織、細胞、そして遺伝子レベルに至るまで検証し、より明確な科学的証拠を示すことが要請されていると考えるべきではなかろうかというふうに言われていて、問題なのは人における発がんということですので、まるで、疫学以外に人に、における因果関係あるいは影響、健康影響を明らかにする科学方法論があるかのような、あるいは開発されるかのようなことを言っておられてですね、疫学を全く理解されてない、そういうものが開発された場合には、それはそれもまた疫学分野に含まれているわけでございまして、この方は、まあ、要するに科学的根拠に基づく医学というのはご存知ではないのにこういうことを言われていると。で、こういう混乱が起きましたのは次のページ、 ICRP2007 年勧告の A86 においておよそ100ミリシーベルトまでの線量範囲でのがんのリスクを直接明らかにする力を持たないという一般的な合意があるという記載なのですが、これは全がんで主に広島長崎の被爆者追跡データ LSS コードというふうに呼ばれてますが、これにおいての話でありまして、しかもそれはがんが増えてないということを言ってるんじゃなしに、統計的有意差がないということを言ってるにすぎません。すなわち、その下の段 ICRP2007 韓国 A86 は100ミリシーベルト以下の被曝では放射線によるがんの発生はないというふうに言ってるわけではなく、あるいはこれから福島県において放射線によるがんが目立ってくるようなことはないと言ってるわけでもありません。単に LSS コホートでは100ミリシーベルト以下で統計的有意差がなかったというふうに言ってるだけであります。次のページに見てください。アンスケアも、パラグラフ D251 において、似たようなことを言って、います。やはり統計的有意差はないと言ってるだけのようであります。で、ところがですね、統計的有意差というのは出てくる条件がいくつもあります。影響が同じだ、同じレベルであっても統計的有意差が出てくる条件はいくつもあります。1番目、観察数、被曝者数が大きくなる。で、まあ後で説明しますが、福島県における1ミリシーベルト以上の被曝者数というのは LSS コホートにおける100ミリシーベルト以下の被曝者数より10倍ぐらい多いわけですね。これだけ10倍ぐらい多くなりますと、有意差が、その LSS コホートで有意差がないというふうに言ったところで、それは福島県には全く当てはめられなくなります。それから2番目、放射線感受性の高い集団に限る、すなわち若年性の被曝あるいは胎児被曝の集団に限って、分析しますと有意差が出てくる可能性があります。それから、放射線感受性の高いがんに限る、放射線によって出てくることは有名な、病気に限って行いますと有意差が出てきます。白血病、脳腫瘍、甲状腺がん、乳がんなどです。で、他にも被曝者でほとんど起きないがんに限る、まあ、これは上と、まあ、かなり共通しているんですが、それから観察時間を長くする、あるいは 5% 優位でなく 10% 優位を取るなどがあります。もう、LSS コホートは 8% 優位差が出ているようです。すなわち 10% 優位とすればもう優位差があるわけですね。で、上記のいずれかを満たせば優位な上昇が示されると。で、そもそも私、専門家もそれから一般の人たちも
あの年齢層にあのがんが多発するというふうに認識するわけでありまして、全年齢層全がんで統計的優位差があるのかないのかということによって多発 を認識するわけではないわけですから、こういうふうに100名シーあの A86 に基づいて、話を進めていては、嘘をついたつもりはなくっても嘘をついたことになってしまうということを、きちんと認識していただきたいと思います。で、WHO も甲状腺がん、白血病、乳がん、その他の固形がんの多発が起こる、特に若年者に起こるということを に言及しております。次のページお願いします。今日の位置をご覧ください。現在の福島県に起こる甲状腺検視によって、検出されたがんを地域別にまとめました。まとめ方は、ピンク系が平成2011年度、平成23年度ですか、でありまして、黄色系が2年目の2012年度の検診、それから3年目が青色系であります。で、1年目は一括してまとめました。2年目の中通りは人口集団が大きいですので、4つに分けました。3年目はいわき市、東南地区が人口多いですので、いわき市とそれ以外で、それから残りの3年目というふうにして、まとめました。これはまあプーリングということで、言われて、乳児死亡率の調査などデータを安定させるのにしばしば使われます。で、これによりますと表の1、平成25年度の、残り地区、相馬と会津を合わせたところを基準にして、有料図比を出しますと地域間にばらつきが明らかに見られます。で、一番、甲状腺がよく見つかっていますのが、原発、中地区、中通りで原発に一番近い、二本松市の周辺です。で、この検出割合、ここでの検出割合というのは、一番右の列を見ていただいたら分かりますように1633人に1人の割合で見つかっています。次のページ見てください。内部比較で行いますと、完全に被曝露と比較してはいませんので影響の程度を過小評価することにつながります。従いまして、他の比較群を取ってきて、そこと比較する必要がございます。で、国立がんセンターに公開されている甲状腺がんの発生率は該当する年齢層においてはほぼ100万人に2人か3人なんですが、ちょっと高めに、100万人に5人で取りますと、この先ほど一番高いところであるあります、二本松市周辺におきましては、40.8 倍ですね、の多発が見られています。もちろん統計的には、優位です。で、従いましてかなりはっきりした多発が見られているということが分かります。で、内部比較においても県内においてばらつきが見られていますので、これはスクリーニング効果では全く説明することができません。で、その下の図を見てください。これは横軸、一目盛り1年、縦軸症例数、甲状腺がんの症例数の、甲状腺がんの流行曲線であります。1986年4月26日チェルノブイリ原発事故が起こったところを矢印で、示しています。福島県立大の先生方などは多発は起こったのは90年、か91年頃からであるというふうに信じておられますが、実はよく見ますとこの丸で示したところ、すでに1980年代から要するに事故の翌年から多発が見られてきております。
これはベラルーシだけでなく、ウクライナ側でもこの観察、このターズは観察されております。で、それが今、福島に、おきましてはこの矢印、三日の矢印で示したところに相当しますので、もうすでにこの多発というものが観察されていることになります。非常にはっきりと観察されていることになります。アメリカの CDC は、甲状腺がんの潜伏期間は大人で 2.5 年、アメリカのナショナル科学アカデミーは子どもにおいては最短、1年、が潜伏期間であるというふうに述べています。で、あるいは乳児の要するに1歳未満の子どもの甲状腺がんの症例報告なんかもありますので、翌年から多発が起こったところで、何の不思議もありませんし、これだけ大規模なデータになりますと、こういうのが患者さんの高い人から現れるのは、最もの話でございます。次のページお願いします。今は、フィールド疫学は私の専門なんですが、具体的対策を考える時期であります。何せこの流行曲線から見ますと、まだこれから大規模な多発が来る可能性が予想されますので、そのための対策を取ることが必要となります。甲状腺がんに関しましては、それから、WHO では甲状腺がん、白血病、乳がん、その他が福島に多発することが予想されて明示されていますので、ラクナイさんの多発は特に見えると思われていますので、この点はそろそろ症例把握の準備をする必要があると思います。で、結論、これは結論なんですが、事故後3年後の福島でも見えるような甲状腺がんの多発が観察されています。で、多発にそれはいろんな対策が必要だと思いますが、その準備が必要だと思われます。因果関係論が私の専門、もう一つの専門でもありますが、因果関係とは直接観察できません。見えないし、聞こえないし、味もしないし、匂いもしないし、触れることもできません。だから第六感で、すなわち直感でやっているのが今の福島県立医大の状況であります。しかし科学である以上、観察可能な部分から定量的に推論をして、データ分析において、定量的に推論していく必要があります。すなわち観察可能な部分は原因の部分と結果の部分です。次のページお願いします。従いまして、原因の部分と結果の部分のデータをできるだけ完璧に集めることができればいいんですが、そんな完璧に集められることはほとんどありません。で、しばしば欠落して、特に原因、暴露側のデータが少なくなりますので、実際の現場におきましては結果である病気の側から因果関係を推論していくことになります。これが現在、国際的に行う、研修会などが行われている方法論の基本です。原因、からの推論に固執しますと、対策を遅らせて被害を拡大させることになります。原則、こういうフィールド疫学の原則としては、病院物質の把握にあまり振り回されていると時間を浪費して被害を拡大させるというのは基本的考え方でありますので、まあ7回ももったいない時間を過ごされたなというのが私の正直な感想でございます。原因から結果を考えるのは、実験室の考え方であります。実際の現場では結果から原因を考えます。疾患の多発が疑われ始めると、病気からのアプローチを丁寧にやっていく必要があります。考慮すべき対策は、流行曲線から予想される事故を 4、5 年後の大きな甲状腺がアウトブレイクに備えるということ、それから占領空間率による、空間占領率による影響が否定できないので、できるだけの放射線防護措置を実行援助する。妊婦、乳児、幼児、児童、生徒に妊娠可能な女性というような優先順位をつけて、実行可能なことをすると。避難も 県内でも少しでも線量の低いところに移動するというような避難も考えられると思われます。
それから甲状腺がん以外の絵の影響の把握をするべきだと。それから甲状腺がん症例把握を現在18歳以下に限られてますけれども、19歳以上に拡大すべきだと思います。これは後で説明します。それから、放射性物質が福島県の県境で止まっているとは思われませんので、福島県外の住民に対して、症例把握をしていく必要があります。それから、これは徹底すべきだと思いますけれども、100ミリシーベルト以下ではがんが出ないというような話は必ず撤回する必要があります。で、このような状況ですので期間計画は延期すべきで、あるというふうに思われます。で、事態が進行する中で情報開示を的確にやって、まあ、天気予報のように発達してきてますので、そういうように、随時データを分析して住民の協力を得られるように、情報開示していく必要があります。それは住民からの信頼を得るためです。で、住民からの信頼をなぜ得るのかといいますと、人的被害を最小にして経済的損失を最小にするためであります。それで、甲状腺への放射線負荷というのが現在内部被曝の要素によるものしか、ほとんど考えられていませんけれども、WHO の制御評価では、外部被曝を例えばこの下の表で言いますと 40% を見込んでいます。この2011年中においてだけ 40% でありますので、その後は内部被曝の割合低くなっているはずですので、外部被曝の危険を避けることを十分に考える必要があります。次のページお願いします。これは10歳の子どもと1歳の乳児における線量評価と、それぞれ、急に被曝、外被曝、蛍光被曝の割合です。で、これ、福島では、福島がこれ、検診のデータは世界最初のふうに言われますが、その下の表、有病割合データもかなり、ございまして、岡山大学、あるいは千葉大学、あるいはチェルノブイリ周辺の被曝露群の、データなどありまして、これらをいずれもはるかに上回っております。次のページお願いします。11ページ先生、はい、かなり時間をオーバーしておりますので、はい、この時間をお守りいただきまして、はい、了解しました。で、チェルノブイリの被曝露集団等における集団検診データでは7445人中1人しか、エコーによって、甲状腺がんは見つかっておりません。それで、年齢は連続性というふうに書いておりますが、今、子ども甲状腺がんのことばかり考えられていますが、実際の数は子どもよりも青年、大人の方がたくさんの数が出てくることになります。で、次のページお願いします。12ページの下の欄、統計的優位差がないことと、影響がないことを混同してはならないというのは、1978年からすでに警告されております。次のページ13ページの下側を見てください。100ミリシーベルト以下で、の被曝で、がんが多発する、放射線によるがんが多発するという論文はもういっぱいあります。広島長崎のデータはもう相対的なスモールデータであります。で、いっぱいありすぎて、整理ができません。次のページをお願いします。で、これが広島長崎の LSS コホートの100ミリシーベルト以下、赤で示すところは100ミリシーベルト以下の対象者の数でありまして、6万8000人です。で、福島県の基本調査に基づきますと、大体60万人から70万人の1ミリシーベルト以下の、1ミリシーベルト以上の被曝者が、いそうな感じです。で、その下、CT スキャン、オーストラリアで行われた CT スキャンによる発がん影響、これは、CT スキャンを受けた68万人と受けてない1100万人のデータですが、全がん全部合わせても1回の検査によって 1.2 倍、2回の検査で 1.3 倍、3回以上の検査で 1.5 倍のがんの多発が観察されています。で、15ページ、
スタッカーですが、これ部位別の多発の程度が載っております。はい、次のページ、16ページ。お二人分ぐらい時間を使っておられますので、はい、どうもすいません。よろしく、はい、時間をはっきりとお願いします。はい、ここで論文ごとにほとんど論じられてますので、たくさん論文を紹介する必要があるんです。はい、自然ガンマ線による白血病とがん影響ですが、これは、図を見ていただいて分かりますように、累積ガンマ線被ばくによってが5ミリグレイを超えますと統計的有意差が出てくるのが観察されています。白血病を除く全がんに関しましても15ミリシーベルトの累積被ばく、15ミリグレイの累積被ばくによって、多発してくるのが分かっています。でそもそも妊婦さんへの妊婦さんに対する胎児への影響というのは1956年のこのアリスチアートの研究からすでに明らかになっておりまして、次のページ17ページ、世界各国で、妊娠中に放射線に浴びたために、小児がんが多発するという報告は相次いでおりまして、どういうがんが多発してくるかというのは17ページの下にまとめてあります。このドルとウェイクフォードの最後のページです。ウェイクフォードのことから言えることは、日本のどこの病院のレントゲン撮影室の入り口にも表示してある、妊娠している可能性がある方は必ず申し出てくださいという表示は、これらの調査の結果から来ております。福島県ではなお今もなお妊婦さんを含む全年齢層が被爆している状態であるということをきちんと考えていただきたいと思います。以上です。どうもありがとうございました。今の拍手もどうなんですか、その拍手してはいけないというのはお願いしたんでしょうか。時間が過ぎましたので、もうここですぐ森口先生にお願いいたします。森口でございます。本日貴重な時間いただきましてありがとうございます。タイトルを書いたの表紙の次、2枚目に話題提供の背景を書いております。前々回と前回の会議を傍聴しておりましたけれども、そこで全量評価の考え方の講師が示されております。被爆医療の実測を重視しつつも、関係中のノードデータや体拡散、沈着モデルによる推計も行う整理がなされておりまして、私からの本日の話題提供は、それに応えようとするものでございます。で1枚お見送りいただきまして、スライド番号で説明させていただきますが、3枚目のスライドに示した順でお話しいたします。4枚目は自家紹介でありまして、放射性物質は専門ではありませんけれども、環境性問題に長く携わってまいりましたので、原発以降、関係各省の検討会に加わり、原子力規制委員会の検討チームにも参画してまいりました。日本学術会議の放射能対策の分科会議員、それから事故後の放射性物質汚染に関する、大型研究プロジェクトのアドバイザーとも務めております。でかつて大気汚染、大拡散モデルを自ら手がけておりましたけれども、本日は自らの研究成果ではなく、こうした活動を通じて得た知見をまとめて提供しようとするものでありまして、1枚目に記したお二方はじめ、多数の研究者の多大な協力を得ております。震災直後に東大に移りましたけれども、発災時点の職場であった国立環境研究所のホームページの、在任の最終日に掲示されたのが5枚目のスライド、3ページの上側ですけれども、これのイラストでありまして、この下図を私描いておりました。の図の右側に、大気を採取して、そこに含まれる放射性物質を測定することの重要性を描いておりまして、それが本日の話題提供の中核になります。6枚目は事故直後のダストサンプリングが行われた福島県内外の地点のマップです。NNSA といいますのはアメリカエネルギー省の国家核安全保障局で、在日のアメリカ大使館、それから在日米軍などの協力で迅速かつ広範囲に調査を実施しております。右側のグラフは横軸がセシウム、縦軸が尿素ということで、尿素130とセシウム137の比のプロットを示しております。地点により、また日時により、日が一桁以上異なっているということがご覧いただけるかと思います。ただ残念ながらこれはかなり散発的なモニタリングでありまして、同一地点でのダスト散布による連続観測は極めて限られております。
お見くりいただきまして4ページ目の上側ですね、7枚目の上段に抜粋をいたしましたアンスケアの報告書パラグラフ70にもこのことが書かれておりまして、待機中濃度の実測値が非常に限られており、拡散モデルと地表沈着量に補正に頼らざるを得なかったとされております。しかしながら放射性各種の大気中濃度を測定したデータが少なすぎたというこのアンスキアンの指摘に対しましては、大気環境の研究者は利用可能なデータがまだ存在すると考えております。昨年8月29日の読売新聞報道でも触れられておりますけれども、環境省が全国に配備してきた大気汚染の常時換気システムというのがございます。ここで大気中の流形10ミクロン以下の浮遊粒子状物質、いわゆる SPM と言われておりますけれども、これが連続自動監視されております。その測定装置の写真も示しておりますけれども、この中の露紙真ん中の写真ですが、ここの中に大気中の粒子の採取資料が残っております。でこのデータが使えるんではないかということで気づいて保存をまとめた段階で、残念ながらすでに廃棄されてしまった地域もございますけれども、7ページの図の右下にありますように、都市部を中心に測定局が多数、数百局ございます。東日本の数字でございます。でここでの事故直後の1時間ごとの大気中セシウム濃度の再現が可能でございます。もろん健康影響の観点からは短寿命各種の再現が望まれるわけでありますけれども、これは残念ながら今となっては実測できませんので、その推定の基準について次の4ページ目の下8枚目のスライドでご説明いたします。ある地点における大気中濃度を正確に再現するには、放出源から風で運ばれてくるいわゆる拡散過程、二重線で囲った左側ですけれども、それから右側の地表への沈着過程のこの2つの過程の両方をそれぞれ正確に再現することが必要であります。この右端の地表沈着量の実測データといいますのは、福島県東部では2キロメッシュという非常に緻密な土壌採取に基づくデータもありますし、また航空機モニタリングによる航空機データなど非常に多くのデータベースがございます。でこれまで大気中濃度の実測データが限られておりましたので、主にこの2つの過程が合わさった結果としての地表沈着量の再現性、その空間分布の再現性で、モデルの適合性が議論されてまいりました。でしかしこの地表沈着量というのはですね、かなりの日数にわたって、原発からの放出がありまして、それが沈着して蓄積した量でございます。でこれに対して先ほどご説明しました実測値というのは、大気中濃度という重要な変数を空間分布だけではなくて、何日の何時という1時間ごとの連続測定データとして知ることができます。でこれによってモデルが大気中濃度の時刻変化、それから空間分布まで再現できるかどうかという検証が可能となりますので、モデルの不確実性を大幅に小さくすることができます。でさらにいわゆるソースターム放出源の情報の逆推定にも利用可能であります。でこうしてセシウムの大気中濃度の時空間分布の推定精度を向上させた上で、ヨウ素とセシウムの比を乗じるというそういう手順になります。8枚目 そのちょうど真ん中あたりの流れでございます。でこの日は先ほど6枚のスライドで示した通り、時刻直後の限られた実測値でかなりばらついておりますけれども、半減期が極めて長い要素129、これを質量分析にかけることによりまして、ここで新たな知見が得られるだろう。でそれを加えることで要素131の時空間分布の推計精度もかなり向上できるものと考えております。今ご紹介しました8枚目のスライドが今日の話題提供の核心部分でございますけれども、せっかくの機会でございますので、もう少し視野を広げて、大気経由の被曝に関連する科学的知見について情報提供させていただきます。9枚目で日付を書き漏らしてしまいまして申し訳ございません。今年の3月の15日16日土曜日曜でございますが、筑波大学において60数名の専門家が参加するワークショップを開催いたしました。私が呼びかけ人の代表でございます。で一部は一般に公開し、当日の資料はウェブサイトで公開しております。事故由来の放射性物質に関する調査研究は多分野にわたり、数多くの学会大学国立研究機関等が関わっておりますので、その全貌を把握することが困難でございます。情報の共有と整理が必要ではないか、そういう思いを持った世話人の問題意識をもとにこのワークショップを開催いたしました。当日は4つのグループに分かれ、健康影響そのものは実は世話人の相談の結果取り上げておりませんけれども、第1グループ放出拡散線量評価測定表測定手法、このグループが本日の話題に最も関連が深い分野でございます。グループごとに重要な知見を10項目ごとに10項目程度に整理するということを共通の宿題といたしました。
10枚目のスライドが私が取りまとめを担当した第一グループで整理した重要事項のリストでございます。いずれもこの専門家会議と多かれ少なかれ関係いたしますので、全ての項目についてご説明したいところですけれども、時間が限られておりますので、まあ、こうした取り組みを行ってきたというご報告と、それから課題ごとにどのような話題があったのか、まあ、一部かいつまで例示させていただきます。11枚目のスライドはリストの4番、まさに本日の話題でもありますけれども、初期被爆の戦力再構築でありまして、最もよく知られた3月15日16日だけではなくて、3月14日14日以前のまた3月20日以降のプリムについても着目することの必要性を指摘しております。またこのスライドにつきましては、主に保育園の栗原市長に作成していただいたものでございます。12枚目、リストの5番も本日の話題と直結する事項でございます。初期被爆における、まあ、要素セシウムの比率、これも先ほど触れました。それから要素がガス状であったのか粒子状であったのか、それからテルル132だと要素131以外 の単純用核子による線量記憶、これはここに円グラフ示しておりますけれども、まあ、こんな例示がありますけれども、ここで必要十分なのかどうか、また呼吸による吸入以外の、まあ、摂取経路の可能性の検討十分かと、まあ、こういった論点が上がっておりました。13枚目はこれワークショップでのまとめではなくて、私からの補足情報ですけれども、左側が、まあ、航空機モニタリングによるセシウムの、まあ、地表沈着量、で右側が、まあ、要素の地表沈着量の、まあ、再現結果ということでありますけれども、まあ、沈着量と見ますと、まあ、方角に行って、まあ、かなり比が違うということが見て取れるかと思います。まあ、先ほどの8枚目で触れましたけれども、まあ、こうした情報も使いながら、大気拡散モデルによる大気中要素濃度の再構築を進めていくことになります。14枚目にはその大気モデルに関する課題現状をまとめております。まあ、現在日本学術会議のワーキンググループを設けまして、相互比較それから検証が進められております。中ほどにある、まあ、新たに発掘された観測データによる総合的検証という項目の中核を出すのが、まあ、先ほどの8枚目のスライドでございます。15枚目と16枚目はですね、シミュレーションモデルがどのくらいその包括性があるのか、まあ、なるべく具体的に分かる資料が欲しいというリクエストを桐生前参事官からいただいておったんですが、まあ、移動された本人もいらっしゃらないこともありますので、ちょっと割愛させていただきます。17枚目、これは単純量各所ではなくてセシウムでありますけれども、環境中の挙動あるいは健康影響を考える上では各種の物理化学的な性状も非常に重要な事項として整理しております。このセシウム粒子の場合ですね、金属原子素とともに、まあ、セシウムが数パーセントオーダーで含まれる3ミクロン弱の粒子ですけれども、これ水に溶けない球状の粒子でありまして、筑波で3月14日から15日にかけて採取された資料に含まれていたということ、これは気象研究所の研究者が発見されております。なお3月21日も筑波にプルームが飛来しておりますけれども、ここは水溶性の粒子が主体で、この種の粒子は見つかっておらず、まあ、時期によって性状が異なっていたと考えられます。18枚目はグループ1の最後、まあ、11番目のいわば総括的な項目でございまして、未公開のものも含めデータの収集、発掘、保全、蓄積、利用環境の整備が必要であるということを謳っております。でこれについても学術会議のワーキンググループが設置されております。で以上ここまでが話題提供の3項目目、分野横断ワークショップ、特に第一グループの報告でありますけれども、最後に4項目目として、まあ、放射性物質の環境動態に総合的理解の必要性についても一言だけ述べさせていただきたいと思います。19枚目には環境の放出から被爆に至るさまざまな経路を指示しております。今日主にお話をいたしましたのはこの赤の線で囲っていたところで、これがワークショップでは第一グループが担当いたしましたけれども、図のそれ以外の部分につきましてワークショップの第2グループ第3グループがそれぞれ知見をまとめております。20枚目のスライドに例示しましたようにさまざまな分野における政策の参考として活用いただきたいと考えております。少し話が広がってしまいましたので21枚目に本題の部分のまとめを書かせていただきました。22枚目は脱足かもしれませんが次回を超えまして、まあ、科学者の行動規範のうち政策立案決定者に関する、まあ、科学的助言という内容を含む、まあ、社会の中の科学という部分を抜粋してつけさせていただきました。時間の制約ゆえに大変早口で失礼いたしました。以上でございます。どうも森先生ありがとうございました。さてこれで皆様のお話を伺ったわけですが、本当に初めから申し上げましたようにも予定で5人の先生から伺ったということ、それで討論時間が30分しかない、本当にお一人ずつ質問を受けなくて、できなくて申し訳ないんですが、まあもう準不動で委員の方から
ぜひどこでもの5人の先生にご質問したいということがありましたら、どうぞの挙手の上ご質問していただきたいと思います。いかがでしょうか。どうぞ。木村先生に、日本大学清水と申しますけど、私はこの移動検診が先ほどこのグラフの説明ですね、5ページの、はい、移動検診が98年ぐらいから、私関係していて、で現地の方に行ってるんですけど、おそらくこれから先生といろいろご一緒する機会が増えるのでよろしくお願いします。私の質問はですね、86年に事故が起こって、はい、90年ぐらいから超音波の差がの、はい、も含めて超音波検査がいっぱい導入されてきたということで、はい、その前のですね、はい、事故直後ですよね、はい、からその超音波検査が頻繁に行われるようになって90年の前の間ですね、はい、この86年の事故後5月ぐらい、4月ですので、はい、5月以降あるいは、97年、98年、99、89年です、はい、その頃ってどうだったんでしょうか。超音波検査ってしっかり行われていたのか、それとも、はい、こんなことが、こういう甲状腺が発生するってことが、はい、おそらくこれほどまでと予想されてなかったと思うので、はい、その時期において、はい、しっかりと検査が行われていたのか、それとも90年この頃に増えてきたので慌てて超音波の検査とかそういうの甲状腺に関する検査が行われてきたのか、その辺のところをちょっと教えていただければと思うんですか。これはちょうど5日ほど前現地を取ってきたばかりなので、クリアに覚えているんですが、実はエコー検査装置自身はあった、事故前からあった、ただ使ったことがなかったということを、ベラルーシの方々はおっしゃってます。でほとんどが触診であって、触診も後ろから首を絞めるような形で甲状腺の、触診をしていくというのが、今までのタイプであったけれども、それ自身が前からきちんと触って触診をするようになったのも、この90年前後であると、日本の、検査チームが入ってから教えを請うたというふうにおっしゃっておられました。でその結果、あったはいたけれども実際に使わったことはない。90年以降、笹川ファンデーションが入ったことによって甲状腺のエコー検診が日本人の手によって行われることによって明らかに優位になったので、慌ててそこから、学んでいくということが入ったというふうにおっしゃっておられました。そうしますとですね、もし 今福島などは専門家が機械を使って一生懸命検査をしている、はい、その中で見つかったのと、はい、その当時ですね、はい、事故後3年4年ぐらいの間に今みたいな検査が行われていったらどういうふうに先生お考えになりますか。これは申し訳ございません、私の私見でございますが、もし、この事故直後から、甲状腺検診をやっていれば、もう少し早い時期に子どもの小児の甲状腺がんが見つかったというふうに考えられます。それは被災とかそういうこと関係なくてですか。それは被災は関係ある部分がかなり大きいかと思います。これは、ブレスト州は先ほど申し上げてございますが、事故の様相が全く違いますので、きちんとした比較にはなりませんが、250キロから500キロ離れた原発からの距離としては非常に遠い距離にあってこういった結果が出ているということは、どう考えていっても、二本松市、私今日も、原発の、から35キロ圏のところの小学校で出前授業をやってきてそのまま来たわけなんですが、やっぱり、二本松市を含めて、35キロ圏から70キロ圏というような近いところでは、濃淡の差がある。また、これは一つ言い忘れたんですが、呼吸量が十分注意を払わねばなりません。今までの、外装としては要は通常の生活を考えて普通の生活をおとなしく、している時の呼吸量で考えられてました。だから1時間あたり大体、20リッターとかそういった20、リューベンですか、そのくらいの呼吸量
っていうふうに考えられますが、実は事故直後、私は3月15日から入っておりますが、高校生等については、部活動を早期再開をしているようなところがございます。こういったように、これ呼吸器内科と、大学の、副学長と、議論をしていったんですが、呼吸量の大きい、アスリートと言われるのは、1分間あたり180リッターから、女子でも120リッターぐらいの呼吸量をすると定するというふうにおっしゃっておられました。こういったようなことも考えまして、呼吸量の差異についての検討はここにはなされてない。だからやっぱりここの呼吸量を含めた考え方によっては、もしかしたらこうやって、甲状腺がんの増加につながる可能性もあると私は思っております。もう一つよろしいですか。菅根先生によろしいですか。まさに日本でその技術を教えている先生が先人だと思うんですけれども、ですね、3ページのチェルノブイリ事故後の健康被害のところで、免疫機能の低下、造血器障害、まあ、いろんな障害が出てきて、そこに、リストアップされてますけれども、精神面の障害っていうのは現地でいろんな意見はございませんでしたでしょうか。つまり子供さんってなかなか親がですね、子供を心配して、それが子供に伝染してって言いますか、子供もさんもその雰囲気をですね、なんとなく察知して精神的に障害を受けていくっていうようなこともあるんじゃないかと思うんですけど、その辺の先生いかがでしょうか。確かにありました。子供でもやっぱり非常にメンタルの面でもですね、今先生おっしゃったようにやっぱり親がやっぱり相当心配してますから、それは子供にやっぱり影響を及ぼすということはございました。ですからそういう意味でね、メンタルなケアもやっぱり継続して今もやってると思いますけれども、特にまあサントリウムとかエルメタ保養地では相当やっぱりそちらの方は早い段階からやってるようでございます。どうぞ、他にどなたか。あ、どうぞ。続けて木村先生お願いします。はい、先ほどの図ですね、5ページ目の、まあ、このグラフを見るとやっぱりその初期の段階だけではなくて、はい、20年30年経っても甲状腺がんが増えているという印象を与えますよね。はい、で、まあ、それにはもちろん放射線の影響もあると思いますけども、やっぱり超音波検査をどの程度その住民が受けているのかというところがかなり大きなファクターだと思うんですけども、はい、この期間全体を通じてですね、どの程度の検査が行われているのか、はい、住民全体を通じてですね、受診率がどの程度のものなのか、はい、毎年受けるような形でやっているのか、数年ごとなのか、はい、どのようなデータが残っていますか。はい、今ちょうどそれを調べている最中でございまして、今私が答えられるのは、これは毎年やっているということです。毎年やってるのはいいんですけど、はい、住民をどれだけカバーする形でやってるの、住民のカバー率ですよね、はい、受診率っていうんですか。これは、まあ、先生ベラルーシに行かれたことはございますか。ないですか。ルカシェンコ政権というのはほぼ、ヨーロッパ最後の独裁政権でございます。こういったようなところではかなりの受診率が高いというふうに考えてもよろしいかと思います。100% 近いという100% とは言いません。もちろん、これは地方によっては、今回も僕は移動検診に付き合ったんですが、この中で1日しかあるとある村は1日しか行っておりませんので、そこで、検診ができなかった場合には、その日に、いなかった場合は検診できないと思いますので、検診率についてはもう少しまだ私も具体的なことは言えません。その辺詰めてデータを収集してお願いします。わかりました、ありがとうございます。それからもう一つ、検査のために見つかってくるがんというのはやっぱり早期のがんが多くなるんですけども、はい、これを通じてそのがんの発見診断された甲状腺がんのですね、ステージの分布がどうなっているのか、はい、あるいは、まあ、その結果亡くなられる方はですね、甲状腺がんの死亡率がどのような推移しているのかというデータはありますでしょうか。そこはまだ調べておりません。ただし、これは2011年の11月に私が、もう50回近く入っている、ウクライナジトーミル州のナロジ地区、ここで赤十字が、行った検診
検査にたまたま立ち会うことができました。その時のインタビューによって、甲状腺検診医が言うには、この地域で、もっと毎年きちんと甲状腺がんのエコー検診ができてたら4人の人は予後不良になることはなかったであろうというふうに言われたのを覚えております。だから検診によって出てくるということはもちろんあるし、死亡するというケースもあるというふうに私は考えております。かなりだけどこの数字からすると死亡される例は少ないと考えます。はい、このブラシド臭については、少ないと思います。はい、はい、すみません、同じ、子供さんっていうのは何歳までの、子供は、13歳以下。以下、はい、あ、すみません、すみません、申し訳ございません。ここで赤というのは13歳以下。13歳。はいはい、わかりました。はい、それでそうすると、その、この、2002年とか、この2000年ぐらいからのこの赤い方は、はい、一応、事故に遭っておられない子供さん。その通りでございます。はい、わかりました。ここに関しては、先生、すみません。一言言わせてください。0.7% の、患者さんであったと。事故以前、以後に生まれた子供たちで、甲状腺がんになった人たちは 0.7%。事故前が全てであるという、ほとんど全てであるというふうに、言っておられます。はい、はい、それでそうすると同じような点で、アドレッセンスは16歳とか17歳、18歳ぐらいまで。14、15、16、16、あ、ごめんなさい、子供間違えました。14までです。14までが子供で14以下で、15、16、17です。あ、はい、はい、でそうするとこの方々も、はい、2002年のこの黄色いっていうのは本当の1歳児ぐらいであったと、事故時、はいはい、そういう感じなんですね。あ、そうです。はい、ちょっと、まあ、当時のことを付け加えさせていただきます。曽口先生のお話にもありますけれども、我々、まあ、外部の国際的な、まあ、グループとして行きまして、このデータではまだ足りないというふうな要求をいろいろしました。で、最終的に甲状腺がんが増えた後、ロシアでベラルーシで行った時には、その分母がなければいけないというのを随分我々主張しまして、で分母はベラルーシの子どもの数全部、それから分子はその年にベラルーシで手術をして確かめた子どもの数ということにして、毎年のインシデンスを出してきました。各3カ国ですね。それでそれがその86年の頃は100万人で2、3人だったのが、ベラルーシだと国全体として見て40人ぐらいまで増加した。で、これは他の原因ではないので、というような議論で、まあ国際的にがんが増えたと認めた一番最初はそういう疫学的な格好だった。国全体の子どもをベースにして、その年にその国で手術された子どもの数全部を分子にしたということで、その場合やっぱりその時にどの程度の調査検査が国全体の子どもに対してされたのかというデータをつけないと、その症状が出て甲状腺が発見されたのかそうでないのかというところを区別できない。結局その検査法が一定しないもんですから、とにかく出来上がって分かったものだけということで、まあ、我々客観性を持たせた。それともう一つ、杉野先生なんですけど、この例えば4枚目とか3枚目のそのスライドをいただいたんですけど、これ現在の状況なんですね。はい、これは2年前の状況で、だから線量は下がってるにもかかわらず疾患は増えておる、はい、ええ、そこが私、はい、そういうことでございます。ですから今の汚染地に住んでる子どもたちがですね、しかも事故後に生まれてるもんですから、だからこういうところがそこにやっぱり低線量の地域で、ね、設定の低濃度の汚染地域に住んでる子どもたちが今こういう状況であるということが、だから私の、はい、子どもさんというからには、例えば14歳までが子どもさんということになって、
そうするとその2000年ぐらいまで、まあ、とにかく今最近ここ10年ぐらいでお生まれになった子どもさんが非常にどんどん悪くなっていってると、はい、先生悪いっていうことは僕はちょっと分かりませんけど、はい、こういう事実があるということで、はい、そういうことです、はい、そういうことです、はい、そうすると線量はでももう一歩でどんどん下がっていく、下がってると、まあ、特にセシウムでございますから、まあ、大体今が28年目になりますから、まあ、半分ぐらいになってきているということでございます。いや、どっち今、鈴木先生が言っちゃったんで、先に。いや、鈴木先生の。一つは、木田先生、12ページ、これは、ウクライナの、ディスクグループの定義だと思うんですが、今日の一番最初の私たちの、この間の被爆線量の評価というものからいくと、福島の住民、お子さんはこの中のリスクグループ5に一番下の範疇に入るというような理解でよろしいことになるんでしょうか。5番は入ると思います。それから3番もですね、3番の3つ目の墓地ですけど、事故当時0から14歳で被爆線量に関わらず、条件で居住から移住させられたものという、ここも入ってくるんじゃないかと思う。これは多分被爆線量が評価されてない人だと思うんですね。実はそこの中で暴露はされてるんだけども、実際の個人個人の評価はされてないんで、そこの人たちはある高さのものがあるというふうな想定なんだろうと私は理解したんですが、それが一点です。今チェルノブイリと福島の比較をしているとき、やっぱり私たちが占領から始めたっていうのは、どのくらいのディスクグループとして捉えていけばいいかということで、最初始めたわけなので、ちょっとそれを確認したかったと思います。で、津田先生よろしいでしょうか。やっぱり占領を普通のエコロジカルスタディだとあまり占領っていうのは出てこないだろうと思うんですが、やっぱり今回占領っていうものをかなり放射線疫薬の場合は測れるわけですね。で、甲状腺の占領っていうのもチェルノブイリと今回の福島では全然レベルが違ってる。で、そういうレベルが違ってるものを単に同じようなこれから例えば6ページの流行曲線をそのまま使えるのかどうかっていうことはやっぱり疑問があるんじゃないでしょうか。もうチェルノブイリの甲状腺の被爆線量っていうのは高い人ですと10グレーぐらいまでいってるわけですよね。平均ちょっと今数字くれてませんが2グレーぐらいに多分ウクライナ避難者、今ここのリスクグループでいうと2とか3に入ってたような人たちっていうのは甲状腺被爆線量が2000ミリグレーぐらいあったわけです。で、そういう人たちで起きた甲状腺がんの流行曲線っていうものを今回の福島に当てはめていくっていうのは私はすごく違和感がございます。これは私のコメントです。からもう一つ表の位置で先生せっかくオッズ比を出したんで3県青森とそれから山梨長崎3県の同じようなインテンシティで甲状腺検査をやった集団とのオッズ比は見られましたか。はい、3県4365人に1人ですよね。はい、はい、ただ年齢層は全然違うんですよ。はい、オッズ比はむしろ小さくなりますね。いや違いますよ、はい、大きくなりますよ。オッズ比はオッズ比は3県をベースにすると福島の方が甲状腺がんが
おつ比は小さくなりますね。いや、福島の方が高くなるんです。いや、いや先生、4365人に1人見つかってるんで、いや一番高いのは1633人に1人見つかってるんですよ。おつで見てで、これでまあ後でまたそれはデータ見ればいいかと思います、はい、5ページ目の甲状腺がんの検出割合、これ小児甲状腺の場合ですと年齢層によって随分罹患率が違いますね。で、はい、そうするとここで比較するときに年齢調整をしてないとこういう比較っていうのはあまり意味がないと思うんですが、いかがですか。どことどこの会津若松市を除く平成25年残りいわき市を以外の南東地区で、ここで会津若松市を除く平成25年残りっていうのをまあベースにしたわけですよね、はい、でそれと他を比較していくとき、はい、年齢階層を調整してないと、はいはい、こういう比較は難しいんじゃないかというコメントです。年齢階層は、自己時1歳から18歳です。いやいや、でそれは大きすぎて結局例えば多分年齢素分析といいます。こういうのね、こういうのは素分析といって、素分析と年齢調整分析の、比較をいっぱい見てきた私にすれば、これだけ年齢層が揃っている場合には年齢調整をしたところでそんなに大きな違いは出てきません。もちろんで、元データを与えていただければ年齢調整分析なんて簡単ですので、やれると思います、はい。例えば10歳以下の小児を見てる集団と、それからもうちょっと上の集団が多い子どもの集団、そこにばらつきがあると偏りがあると非常に違うデータになってしまうので、そこは慎重にやらないと。 1歳から18歳っていう年齢階層っていうのはあまり大きすぎるかと思います。いやいや、先生言われてるのよくわからないんですけど、これもともとの年齢層ほとんど同じなんですよ。人口バリア見ていただいたらわかりますけど、5歳刻みで発表されてますけども、それ年齢階層ほとんど同じなんですよ、これ各地って。いや、検診をした、あ、そう、検診を受けた人の年齢階層をしっかり見てからぜひ出してください。いやいや、出てますよ。だってそれとあと私には元データ与えられてませんので、このデータ以上のことはできないんです。でもこのデータでもはっきりした違いが出てますので、まあ、そういうことを今、ね、まだ被曝が続いている状態において、そういうのんびりしたことを言って安心しても何の意味もないというのは私の意見のようなんです。で、おそらくここの中で、データを時々刻々と変化するデータを分析しながら行政判断をしていった経験があるのは私ぐらいだと思うんですけれども、フィールド疫学というふうにそういう分野を言うんですけれども、その分野から言いますとこれ非常にはっきりしているので、対策を考えていく段階であると思います。それから、甲状腺がんベラルーシのこの甲状腺がんの流行曲線というのは、これがこの大規模な汚染のデータというのは歴史上このチェルノブイリのこれしかないんです。で、ベラルーシとウクライナの両方で描かれています。でまだ福島は 3.1 年か 3.2 年しか経ってないんです。その時点においてこれだけのはっきりした多発がもう明らかになっている以上、これから、潜伏期間の長い人たちの発症をの準備をする必要があるというふうに言ってるわけですね、私は。で、バックが続いている以上、今できるだけ避けるという必要があるというふうに言ってるわけです。どうぞご遠慮なくご質問ください。今の話に対して、がんが増えてるということがこの委員会の結論になると大変な、はい、じゃあちょっと流れだと津田先生です。お願いします。表1のデータですね、
まあ、年齢調整してもあんまりその大月変わらないというような予想だということは、はい、それはそうかもしれません、はい、ただですね、これを懸念するのがですね、その黄色の地域と、それからいわきとかそれ以外の会津の地域と、お子さん方の受診率がどうだったのか、それからその陽性圏と選んだ時のその生検の受診率どうだったのかというのは地区ごとに出されてますか。これは、福島県の検討委員会の資料に出ております。はい、で、いわきの方が、いや、その黄色の地域に比べるとですね、はい、その辺の詰めが甘いような気もするんですけど、それはどうだったですか。甘いって私言われてもデータも、元データ持ってないんですから、福島県にいただいた方がいいと思います。だから、まあ、ちょっと想像するにですね、まあ、気になる人がまずその、まあ、生検の受診率に関して言うと、まあ、エコーで検査を受けて、まあ、異常があったと。だけど、まあ、その次の検診に生検につながってない人が、いわき市あるいはその会津の方で多いんじゃないかと。そのために発見率が低くなっていないのかなと懸念しますけれども、後から後から一番後から進んでますので、受診率はこれから一番上がる可能性があるのは3年目です。それはもう当然です。順次発表されてますから。じゃあもうこの段階においてもうはっきりこの中地区、中通りの多発、もうこれここはもうこれ以上、なかなかこれ以上受診率上がらないと思うんですけども、はっきりしてるわけですから、もうこの段階でもうこんな大津人が発生率比なんてもうなかなか見ないわけですから、先生もよくご存じのように、もうこれからの対策を考えないという理由はどこにもないですけどね、今のところ、まあ、ちょっとその政権受診率のデータがないので、なんとも言えないというところはあるとしてデータあります。データはね、データあります。全部そのホームページで出てます。ただ今言わなきゃいけないのは、まだ会津地方は終わってないんです。の同じレベルのデータはまだ第二次検査の、これは環境省よく言うんですよね、今のデータの状況は。ですから今まだの福島の甲状腺グループはまだその合図が終わってないから、その比較を発表できる段階じゃないと言ってらっしゃるんじゃないですか、安倍先生。先行調査のですね、3年目に入りまして、愛知地区はだいたい3月31日検査で、まあ、一部はちょっと残ってますけども、だいたい終了はしております。ただ、会津地区の受診率は悪いです。他の地区に比べると悪いという状況にはなっています。それと二次検査の結果がね、まだ終わってないというふうに県の調査のホームページには書いてありますか。そこは3月31日の現在ではそういう状況だと思います。まだ二次検査によって増えてくる可能性は残って、どれぐらい増えるか分かりませんけどね、まだ調査の段階で、そこの段階でいきなりこうだと言ってしまうのは津田先生少し早すぎると思います。だからちょっと付け加えますと、会津地区の方の二次検査の方はまだ結論は出ておりませんので、そこのデータについてはまだはっきりしていない。会津地方はまだ結果が発表されてない。いや、それ分かってますよ、先生。先生ね、先生が一番間違っておられるのは、これは人間相手の調査なんです。で、現実の状況の中でこういうことが起こる可能性があるということは、対策を備えていかないといけないんです。実際今被爆されてるわけですから、状況が続いている中において、その時点のデータを集めて、今こういうことを考えなければならない。これがフィールド医学と実験室の医学の違いであります。先生、そのことを忘れておられるんですよね。いや、今ね、先生と議論するつもりはないんですけども、被爆してるともういきなりおっしゃいましたけども、被爆線量は我々今ずっと議論してきてますけれども、先生、被爆線量について、被爆してると決めるためには被爆しているという事実がなければいけない。私たちも被爆してますし、福島県の方々も被爆してます。でも外部、空間占領率は福島県の方が高いというふうに言っております。チェルノブイリと比べてどれぐらい
被爆しているというふうなことは先生のこのお話の中にあるわけですか。いや先生ね、私がこの表とかこちらの表というのはこちらの表というのは日本全国とあるいは福島県内とで比較して言ってるわけです。チェルノブイリはこの表に関して言う限りは関係ないんです。まあ、どうぞ他の方、僕はあまり質問ない、どうぞ笠川先生。津田先生に6ページのですね、上の表の2についてもう少しご説明をいただければと思い、お願いいたします。それから、菅野先生にお伺いしたいんですが、3ページ4ページで区分されている低濃度汚染地域あるいは、汚染地域というこの分類の仕方なんですが、これは占領で区分けされているんでしょうか、それとも何かベラルーシとしての自治体によっての線引きがあるんでしょうか。それからもう一つだけ、ここでいろいろこうお聞きになられた憲法異常なんですけれども、これは公的機関あるいは大学等で、きちんとそのリスト化されてデータベースとして蓄積されて、その後の解析に使えるような形で保存されているんでしょうか。以上についてお願いいたします。はい、まず私の方から説明させていただきます。6ページの表に6ページの上の方の表ですけれども、外部比較、要するに表1は福島県で、内で、まあ比較の基準としたアイブラフカグシを除く、平成25年のこれで二次検出の地震割合が進んでいるところだけを抽出したところを基準にしていますが、この地域も日本の他の地域よりはちょっと被爆線量が高いわけですね。で、従いまして そうなりますと過小評価する可能性がありますので、一応日本の 全国のデータと比較する必要が出てきます。日本全国の性年齢別甲状腺がんの発生率というのは、国立がんセンターのホームページに公開されておりますので、ただしそれは発生率です。で、一方検診によって集められたデータというのは有病割合です。で、有病割合と発生率をつなぐためには、平均有病期間、前回の会議、前回が前々回の会議で総合先生が滞在時間というふうに、言われてた数値で補正する必要があります。で、滞在時間を発生から3年ということで、これは、まあ、理論的に考えれば、ファインニードラス、すみません、細胞診で、によってがん細胞を検出できるぐらい大きくなってから臨床的に発見されるまでの時間をとりあえず3年ちょっと長めに置きまして、で、それで補正、しています。長めに置いた分だけ、発生率比は過小評価されています。で、それから、国立がんセンターのに発表ホームページに発表されている発生率比、発生率は大体、100万人に2、3人ですので、1歳から19歳、0歳から19歳までで。で、それをちょっと多めに倍ぐらい取りまして、100万人に5人としまして、これを倍ぐらい取ったために、やはり、影響程度を過小評価します。それでこの数字を計算しています。過小評価してもこれだけはっきりした、多発が換算されているということになります。総合先生、はい、元がんセンターにおりましたのでデータを使っていただいてありがとうございます。滞在時間を3年と置くのが過小評価、過大評価長すぎるというのはどうしてですか。これ甲状腺の場合はもっと長いということだって考えられてですね、20年30年と十分あり得ると思います。さっき言いましたように、
CDC で、大人で 2.5 年子供で1年、まあ、これは最小ですけれども、で、事故が起こってから、すぐにファインニードルアスピレーション、あ、すみません、細胞診でがん細胞が検出されると思いましたので、ね、若干時間を取りますと 3年より短くなるでしょう。それで言っただけ でちなみに私は、これ滞在時間は1年から100年まで計算しておりまして、60何年まで統計的有利に多発が観察されてますので、まあ、お好きな滞在時間を置いて、大津比を、発生率比を計算されればいいと思います。あ、はい、でだからこれ3年でなくですね、60年としたら単純にこの20分の1になりますね。大津比は先生平均で60年にしたら、120、もう1年目から発見されてるわけですから、逆の側の反対側におきましては120歳とか130歳ということになって、60何年というのは現実的、平均60何年というのは現実的にありえない数字です。じゃあ30年でもいいです。30年にしたら、30年してもらっても、はっきりした多発が見られます。だけど30年だったら10分の1ですよね。そうですよ。で、まあそのリスクの上昇の程度だったら、30年にしたら10分の1じゃないですよ。あ、10分の1です。そうですね、はい、はい、だからまあその程度のものになるということですね。4倍ってものすごいと思うんですけど、私は 4.1 倍、今どんな倍率で行政判断が下されているかという、環境問題に関して行政判断が下されているかというデータを見られれば、4倍というのはあまりにもはっきりしています。だけど位置下がるようなところも、会津若松市以外のところの残りだったら、これ 0.3 になっちゃいますね。え、いやだから会津若松市のことは私あんまり心配してないですけど中通りのことと、それから平成23年度の賃金のことを心配しているわけです。だからまあ滞在時間3年というのが妥当なのかどうかというのは相当こう吟味しないと、これで数字がこれで決まりというような形の提示の仕方は僕は聞いてます。私これで決まりとは言ってません。仮にあれ感度分析です。ですから先ほど言いましたように1年から100年まで計算してます。エクセルで計算するのは簡単です。どうぞ。先生、全く同じ表の関係で質問ですけど、1年目で例えば、さっきの先生の、はい、答えをされる方は他にいらっしゃいますので、なんか総務先生がバッて入った。先生のごめんなさい。その関係で、はい、関係でご質問します。はい、それで1年目でも高いということですよね、これ。そうです。下のグラフの方ですね。グラフ、いやそうじゃなくて表の方です。1年目はい、そうです。はい、高いです。私はまあ疫学よくわかんないですけど、はい、生物がまあこれは先生が良くないとおっしゃった気候的な面から の考え方なんですけど、1年目が高いなら2年目もっと高くなって3年目さらに高くなると普通は思うんですよ。そうですよ。でもそうはなってないな。え、そうなっ てるじゃないですか。3年目は、はい、ですから3年目は空間占領率が低い地域なんです。先生、この1年目、2年目、3年目の順番というのは空間占領率が高い順番に決められていったわけです。ごめんなさい。そうすると先生はこれ外部被曝でということですね。私は外部被曝の可能性が否定できず、外部被曝は今も続いてますので、だから、自治国国と情報を分析しながら、タイムリーに対策を考える必要があるというふうに言ってるわけです。内部被曝だけ、あれ、半減期8日間の要素だけであれば、ゆっくりと議論すればいいと思います。あ、いやそれはちょっとびっくりですね。今の外部被曝で私も福島に住んでおりますが、Dシャトルで線量を測る限りにおいては1ミリシーベルトぐらいですね。はい、外部被曝だけとは言っておりません。ここに書いてありますように、WHO はこういう割合で
割合ですよ。総量はあの過大評価とどうせ言われると思いますので、あの、割合で被爆しているだろうというのが WHO の2012年の戦略評価です。他にご質問ございませんか。すいません。じゃあ私の先ほどのご質問でございますけれども、この3ページと4ページの表の方でございますけれども、これにつきましては、あの先生、あの1ページのところの下にあります、放射能汚染図の中で低線量あるいは低濃度の汚染というのは、この、地図の右上にあります判例ありますが、この、黄色とそれから黄土色ありますね、ここのところを言っております。両方ともそうです。でそれが、年間被爆線量でいきますと、この汚染地域は1ミリシーベルト以下でございます。はい。でも年間のもう一度この判例の色のところを年間の、はい、あの値でもう一度、はい、ですから、あのこの場合に右のじゃ左の上のところに、これあのチェルノブイリにおける基準ということで居住禁止区域のこれが、年間の被爆線量が5ミリシーベルト以上でございます。それから限界管理区域が1ミリシーベルト以上で5ミリ未満ということですね。そしてもう一つのいわゆる汚染地域というのが、1ミリシーベルト以下でございます。でも多くの子どもたちはここに住んでおりまして、そして限界管理区域はまあしょうがないけど住んでる子どもで、基本的には居住とか禁止はもう住んでいないというところの子どもでございます。わかりました、はい、そうしますと 何市とか何郡っていう市区分けではないということですか。そうですね、はい、はいはい、それからあのデータでございますけど、今回私あの駆け足で行ってきたもんですから、あのこれドクターがそれぞれ病院には一応あの国はデータを持っておりますけど、なかなかあの見せてくれないのが、これはちょっとあの今先ほどルカシェンコ大統領のできるだけも出しちゃいけないという大統領令が出てるものですから、なかなか難しいですけども、データはきちんと取ってあると思います。はい、さあもうだいぶ時間になって、あどうぞ。昔あの小池中志でございます。杉原先生、一点お伺い、今 の3番目の数あのなんですが、この低汚染低濃度汚染地域のセシウムの体内蓄積というのは、これはあの、食品ではもうきちんと評価をされたものしか食べない、まあ、きちんと評価しているとすれば、これはダストから入ってくるということなんでしょうか。この体内被曝が今でも続く、これは先生ですね、あの私もあのこの ところに関しましては、あちらはあの表面的に一応あの国でもってきちんと測定して大丈夫なものって言いますが、実はあのそれぞれみんな自給自足なものですから、表面上いいって言っても自分のお家で取ったものを食べてしておりますから、この辺のところをきちんとチェックしないと私は思っておりますから、やはりある意味では傾向的に、ね、やっぱり入っているんじゃないかなということはございます。これはあの証明ありませんけれども、どうしてもあの国はやっぱり自給自足が経済的に非常に大変状況でございますから、それは可能性、それからまああとは今吸入ですか、その可能性っていうのはやっぱりあの否定はできませんから、2つの経路から体内摂取っていうのは考えられたらと思ってますけど、はい、ちょっと補足させてください。あのそれに関して、あの私があの2011年の9月にベラルーシに行って、 でそこの小学校なんかであれ年に2度でしたっけ、あのオールボディカウンターやってて、でそこのデータでは当時、今でもそこ変わらないと思いますけど、大体子供さんで20から50ベックレルパーキログラム体重あたり、それが状態である。で100を超える方がいた、小学生の方がいたら、それはあの報告されて、それで何食べてんだとかいうことを、あの地方の地域の方が言って、談判するとかいう話を聞きました。
だからの状態で今でもそれ本当に自給自足をおっしゃったようにしておられますので、はい、ありがとうございました。森口先生のスライドの9ページ目ですね、18番ですかね、私もこのアーカイブを作るべきとかいうのは本当に必要性を感じております、これまでのデータ、たくさんのデータがあるんですけども、いずれは算出する、あるいはデータが残っててもこの付帯情報、あるいはデータの精度品質がなかったら全然意味がないものになるんじゃないかなと思ったりするんですけども、これは先生かなりどこかで進んでるんですが、やっぱり全く行われていないのが現状と考えています。はい、ありがとうございます。私自身がちょっとこ の, アーカイブズ の, ワーキンググループに参加しておりませんので、ちょっと詳細今お答えできないところがあるわけですけれども、今ご指摘のあったの問題意識のもとに進められているということかと思います。で、実行直後はですね、かなりバラバラに測定データが公表されてしていたわけですけれども、まあ、測定機関、特に国の機関が測定されたもの、あるいは自治体が測定されたものは、現在の原子力規制庁の方で一元化されているかと思いますけれども、それ以外に大学等の研究機関ですとか、さらには個人といいますか地域で測定されたデータですとか、随分まだ漏れているものがございます。ですから、そういったものをやる必要があるということは、多くの方々が指摘をされているわけですけれども、どういう体制でやるか、どこが温度を取るかというところがですね、そこの一元化のその主体がなかなか見つからないということがあるかと思いますので、それを決めれば技術的には私は動くと思っておりますけれども、そのどこに一元化していくのかということについて、しっかりと議論する必要があるかなと思います。ぜひどこか進める方向で、ぜひ。それから津田先生のところにコメントとして、実は医療被曝 CT スキャンのことが書いておられます。私遠藤ですけども、放射線医療が専門なものですから、これは本当に大事な問題だと思っております。脳の CT スキャンで脳腫瘍が増えるという報告がございます。ただこの解釈がいろいろございまして、病気の子供に、脳の病気の子供に脳 CT するんで脳腫瘍が増えるんじゃないかという考えも否定はできておりません。がしかし、非常に重要な問題ですので、放射線医療の関係者ではこれをどうすべきか今検討中でございます。ただ脳の CT は1回だいたい60ミリぐらい局所にかかっております。2回です、倍の120ミリぐらい脳にかかっております。先週はやはり、普通の単純 X 線のだいたい1回あたり500番、普通の X 線の500倍 CT は線量を使うという非常に高い線量を使っているのが実情でございます。その点に関しましては、この論文には5から50ミリグレーというふうに書いてあります。それで、平均は10ミリグレーぐらいだというふうに書いてあります。それから関係というふうに言いまして、脳腫瘍に関してはそう言われますけども、白血病で CT スキャンを取りません。で、脳腫瘍にその逆の因果関係に関しても、この論文もあるいは他にも CT スキャンによる脳腫瘍の増加を示した論文あるんですが、考察されてます。そういう逆の因果関係というのは誰でも思いつくことですので、そういうことを考察あるいは研究計画において、きちんと計画していない研究などはこういう有名雑誌にはまず載りませんので、まず普通は論文に、きちんと書いてあります。査読者まずそういうところは、指摘しない人はいないと思いますので、これ査読付きの論文ですので、しかもかなり有名雑誌ですので、その点はほとんど心配されている専門家いらっしゃらないと思います。どうもありがとうございました。今日は大変インパクトのある発表でありがたく思っています。菅野谷先生と津田先生にちょっとお聞きしたいんですけれども、参考資料 1-2 というのがありました。アンスケアの概要なんですけれども、ちょっと今まで議論をしてくる中でですね、このアンスケアのことについて、例えば1ページ目のですね、報告書の主なポイントっていうところに、不妊や胎児への障害など確定的なっていう
文書がありましてですね、遺伝的な影響の増加観察されると予想されない、で3ページ目のところにですね、ご覧になってますか、健康への影響で一般公衆の健康影響っていうところでですね、例えば両括弧 A の絵のところなんかですね、まあ、いろいろとあの遺伝性の影響の増加観察されると予想されないとかですね、まあ、いろいろあります。まあ、うのところでは子どもの甲状腺検査においてはですね、うんぬんかんぬんとこういうくだりがあるんですけれども、ちょっとお二人の先生にですね、このアンスケアのこの、まあ、報告というのはちょっと我々がですね重要に考えてきたということもありますので、ちょっとコメントをお聞かせいただきたいと思います。これは甲状腺のがんに関してでございますでしょうか。1ページ目のところについてはですね、まあ、甲状腺のところと、それから不妊や胎児の障害というふうなことで2つ書いて、報告書の主なポイントですね。はい、すると3ページ目のところは一般公衆の健康影響というところでですね、甲状腺だけじゃなくて、やはりこの胎児のところも書いてあります。はい、私の方に関しましては例えば甲状腺の悪性腫瘍のことに関しましてはですね、やはり私はジェンヌ病院の場合にはこれはある意味では科学的にって先生方おっしゃいますけど、私はむしろ疫学的な形でもって、甲状腺がんがジェンヌ病院の場合には放射線の影響によってなったんだろうっていうふうに出たと思います。っていうのはやはりこれメカニズムってところ、これ誰も証明できないと思うんです。例えば私はどちらかといえば甲状腺がんの発生っていうのはいわゆる内部医学によって、まあ、甲状腺がんに取り組まれた放射線要素が例えばベータ線によってっていうような形でもってそれが最終的にがんになるだろうっていうふうに言われてくる。先ほど、まあ、津田先生は外部被曝とおっしゃったんですけど、これまではどちらかといえば内部被曝の影響によって DNA のレベルでもって云々でもって発がんしただろうっていうふうに言われてるものですから、これは僕はむしろその通り理解したいと思っております。で実は私福島の現在の問題に関しましては県立医大の先生がですね、これはある意味で将来出るがんが早い時期に検査が見つかってるんだっていうふうにおっしゃってますけれども、この辺は僕はまだそこまで言うのは時期尚早であろう、これからやっぱり長期にわたって検査をしながら判断すべきではないかなっていうふうに思っておりますから、そこはあんまりその、ね、今回の事故と関係ないんじゃないかっていうのはちょっと僕にとってみたら疑問であります。そうするともっと言いますと、じゃあどうしてそんな小さい時に発がんしたのかっていうそもそも論でがんがどうしてなったのかと、そうするとこれは従来は発がんのメカニズムっていうのは物理的要因と化学的要因とあとは主なものは感染とかってやりますから、そうするとそんな小さい時にそういうそのファクターがあるのかどうかってなると、まあ、甲状腺がんは特殊であるかどうかってそもそも論に入るものですから、この辺は僕まだ、福島の場合は様子を見ていかなきゃいけないんじゃないかと思って、これ本当にもしそんなことになったら他のがんでも早い時期に検査をしたらがんが見つからないかどうかっていうことまで行くもんですから、この辺のところ僕はちょっと僕自身わからないものですから、これはもうしばらくは様子見た方がいいだろうと思っております。それから胎児への影響っていうのはこれはまあ胎児もそうですし、今回の場合は小さい頃にやっぱり被爆したお母さん自身の問題が生殖系どういうふうに影響を及ぼしているか、それが子供に出てくるかってことも考えていかなきゃいけないんじゃないかというふうに私は考えております。ここの翻訳に基づいて質問されてますので、私は原文を提供されてればそれに関してコメントさせていただきますけれども、翻訳に関しては翻訳、ちょっとコメントを控えさせていただきます。というのは、環境省が WHO の2013年の、ことを翻訳した資料が、翻訳完全に間違えておられまして、それはまあ100ミリシーベルトをめぐる誤読集として、岩波の科学から、昨年の12月号に出しておりますので、原文を見て、お話をさせていただきたいと思います。それから、アンスケアといっても一評価機関、人間がいる一
位置評価機関でありまして、で、もちろん WHO も人間がやってる位置評価機関でありまして、どちらの機関もチェルノブイリの発がん予測においては大外しに、当初大外しに外しておられたというのは有名なことであります。それからアンスケアというのは、私はがもう、まああの、いろんな資料を読みましたけれども、この百分シチフルと似たように非常に基本的な統計学の間違いをされて、ご判断とをされたことを部分を見つけて、データとして投稿したことがありまして、アンスケアでもこんな間違いするんかというようなことをされてましたので、まあ、人間というのはいくら国連とか WHO を名乗ってても、まあ、参考意見として聞かれて、自国ごと集まる具体的データを頼りに自ら委員の先生方皆様、内政責任を取ると永滝先生が再三おっしゃっておられますので、責任一人一人の頭で、考えながらデータを見ながら、あるいは論文を見ながら判断していかれることが重要だと思います。まあ、もう時間がありませんので、ですが、まあ、線量に関しては今からのこの委員会としてこの後すぐに議論しますので、ただ今お話伺った中で、まあ、占領と無関係のお話がいっぱいございます。まあ、占領は別にとして、とその先生今大事なことは、ほとんどアンスケアも含めて今甲状腺がんが福島で増えているということは、ほとんどの方がそういうことを言ってない、まあ、非常にユニークなお話を伺ったんで、その理由をもう一度そのはっきりさせたいんですが、一つは先生のお話の中で会津地方とそれ以外の地方とで甲状腺の頻度に差があるから増えてるんだということが一つの理由のように伺いました。それからもう一つは、従来あった甲状腺がんの頻度と福島のスクリーニングの結果に非常に差があるから増えてるんだと、それを理由として考えてよろしいですか、今の先生のお話の。それが増えてるということでありまして、増えてるということの理由ですね、はいはい、このデータ、今やる全てのデータはこれでありまして、このデータで判断我々はせざるを得ないわけですね。まあ、その同じデータを、まあ、他の方も先生方もずっと見てらっしゃるわけです。国際的にも見てるし、国内的にも見ておられないと思いますよ。少なくとも福島県の検討医官先生方は分析されてませんので、観察された結果をパーセントで表示しているだけで、オッズ比、発生率比という、科学的理論に基づいた、概念、一般法則を、概念を、これは科学と言いますけれども、これを計算一切されずに、その計算結果もそれでもって因果関係判断するんですけども、それでもって判断はまだ一切されてません。のまあ、そのじゃあ先生の根拠だけ伺いますが、要するに会津地方とそれ以外とが違うということと、それから日本の今までの統計と福島 のスクリーニングによる統計とで頻度が違う、その2つで増えたとおっしゃってる。あ、違いますよ先生、全然聞いてるところじゃなかったですね。これ表を見てください。会津地方だけが、会津地方とその残りが違うとだけ言ってるんじゃないです。全ての地域においてばらついている。で、同じ年度に調べたところでは一番福島原発に近いところにおいて多発が多い。それぞればらついてて、これはスクリーン検査のみでは、説明できない。スクリーン検査は、スクリーン効果では、説明できない。スクリーン効果の程度というのは、他のあれでも知ることができて、スクリーニングの効果運動ではなくて、はい、スクリーニングの結果出てきたもので差があるとおっしゃってるということですね。そうです。福島県において、これが、今我々が利用できる唯一の根拠です。そこだけ伺っておきます。どうもありがとうございました。どうぞ。
津田先生にちょっとお伺いしたんですけれども、表1の会津若松市を除く平成25年のと書いてありますけど、これは会津若松市の自転車のところは、除いた地域の数というふうに理解してよろしいですか。会津若松市の何のところ会津若松市の地域の自転車の数は除いてあるという意味なんですね。会津若松市は完全に除いてます。除いてはい。で、会津若松市以外でも、わずか いくつか 70% に達してないところがありますので、そこも除いてあります。これは、まあ、この結果を発表しているのは、岩波の科学の5月号だったような気がし、7月号だったと思いますので、そこに詳細にどうやってやったかと書いてますので、その通りに していただければ、同じ結果を得られると思います。これは、会津若松市の対象者というのは非常に数が多い地域なんですよね。ですから、でここが終わったばっかりの3月31日段階で終わったばっかりなので、二次検査っていうのは、まだ十分にその結果データっていうのが、まだ出てない、はい、ですから、会津若松市を除いてやってます。だから、そこのデータを得れた場合にどうなるかっていうことは、今後先生の方でも検討されるっていうことになります。それはもちろん、3ヶ月ごとに発表されるごとに検討をしてますので、もうこれで終わりということはないと思います。どうぞ。もうじゃあそれ最後ぐらいに質問ではないんですけれども、福島県における甲状腺がんの検討の状況につきましては、疫学的にもまたその発生基準におきましてもまだよくわからないことがあるというその前提に立って甲状腺がんの専門部会を設置していただいたところです。でそこにおきましては毎回各委員の先生あるいはその福島県立大学医大の方から、その時点での個人的というか医学的な見解は述べられていますけれども決してその専門部会として結論を出してたわけではありません。ですので宇津田先生のお話も踏まえましてさらに検討は進めていく段階だということをちょっと申し上げたいと思います。だいぶ時間を過ぎて申し訳ありません。一応討論はここで、もうどうぞ先生方もご一緒に今からの議論に入っていただいてありがたいんですが、今からちょっともう時間がありませんが、時間ちょっとだけでも予定の占領評価は一応委員会として終わったと。そしてその占領に基づいたリスクとリスクに基づいた健康管理ということを今から始めるわけですけれども、これもちろん今日だけで終わりません。まあ、この次も続くと思いますが、まあ、10分間自由にご報告いただきたいんですが、その前に事務局で一応まとめた論点整理がございますので、それをご紹介させていただきます。お手元に資料 1-1、 それから資料 1-2をご用意いただけますでしょうか。資料 1-1、 それから資料 1-2 でございます。まず資料 1-2 をご覧いただきますと、これは第7回の会議で資料2の参考としてお示ししたものでございます。今座長からご説明いただきましたように健康リスク評価等にかかる論点のメモを叩き台として事務局からお示ししたものでございます。この整理に基づきまして、今回、資料 1-1 として、これまでの会議の中で先生方からいただきましたご意見を、それに該当すると考えられる項目について抜粋して掲載をしてございます。質問は簡単にさせていただきますけれども、今まで出てきたご意見、これからももちろん追加になろうかと思いますが、特に見ておいていただきたいのは、1ページ目なんです。資料 1-1 の1ページ目の最初のところ、これは1健康リスク評価についての両括弧1のところについては、特段まだ十分な議論がなされておりませんので、改めてご議論をお願いしたいと思います。また同様にですね、4ページをご覧いただきますと、4ページの下の部分ですね、散骨
被爆と健康リスクに着目した場合の福島県県民健康調査の項目や県民健康調査の評価やこれまでの結果の評価についてという項目ですが、甲状腺検査についてはいくつかご議論、すでにご意見をいただいているところですが、その他の調査項目や調査結果についてはまだ現時点ではご議論がございませんので、このあたりも合わせてご議論をお願いしたいと思います。またその次の4発のところですね、1から3を踏まえた医療に関する施策のあり方についてもご議論を特にお願いしたいと思います。続いて5ページ目のところですが、前回お示しした資料1の2の内容にはなかった部分ですが、これまでの議論の中で先生方から多数ご意見をいただいておりますので、5没のところは新たに項目として立てております。健康管理全般に関する支援のあり方および健康不安への支援のあり方ということでございます。資料のご説明としては以上といたします。どうもありがとうございます。まあ、今までも健康リスク、リスクに関して、表面からということではありませんが、今まで発言があったものをまとめて、ここにいただいたということであります。これを叩き台にして、今後どういう格好でリスク、非線量に基づいたリスク、あるいはリスクに基づいた健康管理ということの考え方を求めていかなきゃいけないと思うんですが、何か一般的な意味で何でも結構ですが、お話しいただければ。その線量でですね、1ミリシーベルトに限りなく近づけることが望ましいというか、大前提をもとにしてですね、ちょっとお話ししたいんですけども、例えば JCU の事故の時は外部線量が1ミリシーベルトのところの方の検診を行ってますよね。しかし今回の福島においては避難区域だけ、避難区域と避難区域外で検診項目を分けたりしてます。このですね、ちょっと根拠についてちょっと教えていただきたいことと、あとそれから作業員の方はもっと累積の被爆線量というのは高いと思うんですけども、そういった方とのずっとですね、経年的なデータというのがきちっと国の方で見てらっしゃるのか、またそういう方々の有病率とそういったものをお分かりだったらぜひ教えていただきたいと思います。JCO について高橋先生にか、今のなぜ1ミリシベルトで JCO をやってるのにという、JCO の事故の時の健康診断については放射線の健康影響をきちんと評価できるような健康診断は一応ないということでスタートしました。ただそれで、住民の方々の不安は収まらない。それから健康診断、一般論として健康診断をきちんと受けるということは、先ほども先生ご指摘のように健康診断に受ける率が低いということは決していいことではないということも含めて、かなりそこで自治体がそういう判断をされたというふうに私は理解をしております。ちょっと私も座長だったもんですから付け加えますと、その委員会ではそのJCO に関して健康のフォローアップ調査をする上で特別の調査はないと、ごく普通に行っている調査をきちっと受ければいいというのことが結論で、ただ心配な方にとっては自治体として何かフォローアップする方法を考えることを妨げるものではないとか、なんかそんなふうな言葉で始まったんですね。必要だというんではなくて、心配な方のために自治体として行ってもいいです。確かそういうものでしたね。でそれがずっと今まで続いているというような印象です。そうしますと今回もですね、避難区域と避難区域外で その検査、検診のですね、項目の違い等についてはどういう考えで今のような形になっているんでしょうか。それが今からの議論になるところなんですけども、全体先ほど申し上げましたように99% ぐらいの方は行動調査から外部被曝を見ると3ミリシーベルト以下だということ、あるいは5ミリシーベルト以下でも、それから内部被曝については十数万人直接個人として調べたけれども、99% は1ミリシーベルト、99.9 ですか、1ミリシーベルト以下だと、そういう線量の評価があるということで、
じゃあそれに対してどういうリスクがあるかという議論と、そのリスクに従って、どういう調査をしなければならない、まあ、今から始まるわけですけども、避難区域外にも高線量区域というのはありますし、福島県外にもホットスポットというようなところがありますね。でやはり ある、まあ、一定の線量を超えた部分についてはですね、やっぱりきちっとフォローアップしていくという体制が必要なんじゃないかと思いますし、ある程度長い年月を見ないとですね、他の甲状腺の話がかりずっと続いたんですけども、他の病気もやっぱりあり得るというような話も今日ございました。で、まあ、確率的な影響については少ないということは皆さんおっしゃってますけども、本当に無視できるものなのかどうかはまだはっきりしてない部分もあると思うので、ここはやっぱりしっかりした検診体制を取っていただきたいと思います。おせりまさんの資料1の1、1の2の方に議論が進んでいるところでちょっと戻って恐縮なんですが、冒頭に資料2で住民の被爆線量把握評価についてというまとめがございました。で中田先生が、まあ、これ3ページで、まあ、長いというような話もありましたし、まあ、これを前提としてというような話があったかと思うんです。ちょっとお手続きを確認させていただきたいんですけれども、前回の専門会議傍聴しておりまして、その中で最後にですね、確か番先生だったかと思うんですが、やはり不確実性の問題があるんじゃないかということで、やはりそこのところはやっぱりテクノをする必要があるんじゃないかということをおっしゃったんではないかと思います。でそれを踏まえまして、私今日プレゼンの機会をいただいたかなと思っておりまして、また木村先生の席で今日ここにいらっしゃいます、時間制約でお触れになりませんでしたけども、木村先生の資料を拝見いたしますと、冒頭1ページ目にですね、24年度 の、 環境省事業において、その要素接種費用を3と仮定したということに関しての問題を指摘しておられます。で私今日は余談を避けるために定量的なことを申しませんでしたけれども、今日もプレゼンした資料の中にはですね、明らかに今全体としてやっぱりこれより高い傾向があり、かつ、まあ、桁違いで高いデータも出ているわけですね。そういった不確実性に関しての、まあ、評価が必要であろうということで、まあ、こういうことはできるんじゃないかということを持ってまいりましたので、まあ、そのあたり の、 取り扱いについてこの専門会議でどのようにお考えいただけるのか。ただ私も基本的にやはりその要素などの単純学習 の、 初期 の、 その内部被曝が重要であろうという観点からこういうデータを持ってきたんですが、まあ、津田先生全くの先ほどそれとちょっと根底から覆すことをおっしゃったので、ちょっとあれはその 大気関係やってるものはちょっと別のことをやらなきゃいけないのでちょっと戸惑っておりますけども、もしやはり初期被曝が重要であるということであれば、海環境 の、 研究者にぜひそこのところは貢献したいと思い持っているかと思いますので、そのあたり整理いただければありがたいと思います。ちょっと付け足しいいですか。私のことを言われましたので、私が言ってるわけじゃなしに WHO の2012年の報告書がそういうふうに書いているということでございます。それからWHO に関しては、WHO はもうはっきりと甲状腺がんと白血病と乳がんとその他の固形がんが出てくるというふうに言ってまして、特に甲状腺がんというのはもう この資料にもありますようにものすごくはっきりあります。この委員会でも何回も出てきて、これをなぜ出てこないというふうに考え隠れてしまうとか、先ほどわからなくなるとかというふうに言うような考えにも結びつくのかと、私はちょっと理解に苦しみますけど、WHO はもう陳谷先生一番ご存知の方でメンバーでいらっしゃいましたから、その今のご質問に対して WHO としてどうだったということのお話を、はい、私 WHO の記者報告を書く過程の委員として参加させていただきました。それで私自身がすごく気になったのは、線量推定でずっとやってるんですけど、推定の過程がさまざまな問題があって、随分高い線量に推定値になっておる。それに関しては私自身がなるべくリアリスティックな推定のやり方でやってほしいと何度もお願いしたんですが、結果として報告書に盛られてる数字が出てきて、それからリスクモデルに入れ込むと当然ながらリスクが出ている、そういう状況でございました。
だから結局一番最初の線量の推定値がどうであるか、これが一番の基本の問題で、報告書の問題であったと思います。ただそこの議論に関しまして、WHO 側はこれは平常時の汚染防護をやるときにはよく言われる議論なんですけど、線量高く見積もるというのはよりコンサーバティブであり慎重であるという態度であるということを委員の方々がおっしゃいました。それで私はすでに受けてしまった場合、レトロスペクティブにプロスペクティブにそれを考える場合はそれでいいでしょう。それは非常に大事なことである。だからプロスペクティブにすでに線量を受けてしまわれた方々に関して無用に高く見積もるというのはいかがであるかという議論をいたしました。で結局平行線のままで、多勢に無勢で押し切られたということで報告書になっております。いいですか。じゃあ先生が言われるリアリスティックというのは WHO の評価は何分の1くらいになられますか。一桁ですか、はい、グラフを見ると分かりますけど、一桁でも甲状腺がんは見えてくると思いますけど、それは先生の算定でございますね。いやグラフ、このここにも委員会出たグラフから見て一桁10分の1ということですよね。その場合は一桁であれば220とか30とか。そうですね。だから そうなったところで増加が見えてくると思いますけど、15歳以下において、その場合には結局どのデータを使ってそのコンフィデンスインターバルをどれぐらいのデータがあるかということにかかってくると思っております。だから甲状腺において、だからそこら辺のデータに関してさまざまなデータがありまして、エレン・ロンがあれ何年でしたっけ、2006年ぐらいかなんかにまとめた創設があります、さまざまな。それでさすがに10ミリシーベルトオーダーでその非常に高いリスクが出てるというふうな結論ではなかったかと今頃覚えですけど覚えております。2006年って福島県の前で、この WHO のあれは福島県の事故を受けての推定でして、しかも LNT で直線で比例しますので10分の1したところで見えてくると思います。すいません、その場合に疫学データ の, 従来 の, そのインシデンスよりビーモタリティに依存した疫学データのサマリー、2006年段階のサマリーですね。でそれの場合の相対リスクというのは、線量あたりの相対リスクというのは今も それほど変わってないと思うんですよ。ずっと直線で上がってで、グレーあたり相対リスクいくらという数値がございます。それがいくらかというのははっきり、私も子供の場合は、子供の場合は4倍ぐらいだったかと思いますけど、相対リスク値が4で、そういうふうな中でその数値が、10ミリに戻したときにコンフィデンスインターバルがどれぐらいかというふうなことで、どこまで信頼するデータがあるかということに関してはエレン・ロンの創設というのを数値はいろんなところで今でも使われていると理解しております。それで福島に関して、だから新しく線量がどうであったかと、それを特に WHO の場合は、ピーター・ヤコブさんが自分のモデルを使って、その元になっているデータがやはりそこら辺のエレン・ロンとかそのあたりのデータだ。でそれで数値を計算するとこうだと。だ数百ミリシーベルトですから当然出ても不思議ないんですよね。いや数百ミリシーベルトとは WHO 言ってないと思いますが、それはともかくとして10分の1でも見えてくるグラフになってたと思いますけど、15歳以下では、そのことを言ってて2006年の話とは全然関係なくて、しかもヤコブさんが言ったとかそういうこととはこれもまた誰が言ったとは関係のない問題で私が申し上げてるわけです。この水掛け論にしとっても仕方がないので、これ終わってから先生とこれ議論させていただきたいと思います。今もう一度この会はこの前の時にですね、アンスケアのリスクの考え方に反対かどうかという
ことを、まあ、戦況に基づくリスクの考え方に関してかなり10分ぐらいのいろいろと伺って、まあ、委員としては別にそれに対する反対はない、まあ、このまとめにもそのアンスケアの考え方に反対はないということで、だいぶそこはもう今日の講師の方と委員のコンセンサスとはものすごい差があるということではあります。でそれからリスクに関しての占領からのリスクというときに、我々が専門家として本当にこれは医学として医者として考えたときに、一人の人の異常を見つけるために1000人の人に同じ検査を強いるのか、これはスクリーニングの功罪というところでも昨日この前お話しいただきまして、本当にただ占領に影響が少なく見ればいいとか多く見ればいいというレベルの話ではなくて、本当に被災者の方のことを考えたときに、どういう方法が一番被災者の健康管理にいいかということを、ここの委員会では真剣に議論しているということでありまして、まあ、今のところもまあそのラインで今後も進んでいくと思いますけれども、先生方のお話は十分に参考にさせていただいて、特にその占領に関してはですね、今の占領としてこうだけども、ただ、実測値もこれ以上増えませんし、だけど後でそのいろんなモデルとして出てくるものでもっといいものが出てくるかもしれない。だけど今そのモデルの結果がまだ出てこない時代で、一体それをもとにして占領評価というわけにはいかない、まあ、そんなふうな思考を仮定でやってまいりました。どうぞ。先ほど作業員の方 の、 そういうデータのことについて私お伺いして、そのまだご回答をいただいてないですか。原子炉の次の 2つ目がと、もう一度先生、原発の作業員ですね、作業員 の、 その、まあ、累積したです、ね、データがちゃんとあってですね、またその方々 の、 その有病率とかそういったものについてもしっかりとした検証がなされているのかどうか教えていただきたいんですけど。どうもすみません、脳が忘れてまして、まあ、実際にはもう非常な混乱期であって、もうそのいきなり事故が起こったわけですから、その作業者が確実に平時の時のようなコントロールができないのは当然でありますけれども、少なくとも外部被曝を図って、そしてその被曝を図った場合に内部被曝も図らなければいけない、で規則通り内部被曝を図りに行った時にはもう要素がなくなってたとかですね、いろんな不備はあります。不備はあるけれども、その今得られるデータは全てまとめて管理されておりまして、それからもう一部はその占領に従って今後 の、 この方針を調査をするということで、被爆占領の多い方に関しては確かそれぞれ甲状腺のもうスキャンもやらないんで、スクリーンのエコーも全員ほとんど終わったんですね。全員ではないけどね、電気があるレベル以上の方はね、というふうなことで進んでおりまして、そのデータはですね、外部の人間が見ることができるものなんでしょうか。専門の先生だけで共有、まあ中間的なものでありますけども、研究班として報告書はすでに公開しています。なんか非常にその最近、まあ、まとまったというところもございまして、ただ出れば研究班としてはもう全て公開している。ただ非常に中間的なものなんですよ。まだ精密検査の結果が全部把握されているわけでもないですし、発見がんの割合ということで計算はできていません。まだ中途段階 の、 そのスクリーニングの結果 の、 集計であります。それから占領評価は国全体として統一しまして、その方たちをまあ、亡くなるまでといいますか、ずっとその健康調査のフォローアップの体制は出来上がっていると思います。私が一番強調したかったのは、あまり占領評価にこだわられますと単に判断を先延ばしするだけでありまして、患者さんがたくさん見つかってきている状態においては、もう病
因物質の同定なり定量にこだわりすぎては対策を先延ばしして被害を広げるだけでありまして、これはまあ人間を相手にしたフィールド疫学の原則です。ですから丁寧にやろうと考えておられるお気持ちはわかりますが、線量が分かるということは因果関係判断の必要条件にはないんです。これはもう基本なんです。歴史上もそうだし、今みんなが国際的にこういうことをやってる公衆衛生関係者が勉強していることでもあります。わかりました。我々はやはり国際的な感覚でものを進めていかなければいけないと思ってますので、ここで非常にユニークな方がおられるところですね。私は教科書に基づいて言っています。オックスフォードユニバーシティプレスから出ているフィールドエピデモロジーという教科書に基づいて言っておりますので、先生の方がユニークですね。十分に動く議論を記録してございますから、後でも紹介させて参考にさせていただきますけど、フィールドエピデモロジー第3版ですので、先生もよく読まれてください。オックスフォードユニバーシティプレスです。他にもたくさん本がありますので紹介します。教科書が出ています。その線量に基づいてということは100ミリシーベルトはという議論ではないんですね。もうね、3ミリシーベルトはどうかという議論を我々しようとしたら ですから、それだけでもあともう先生と議論するつもりはありません。ここでもう時間もあれですし、今言ってるのは線量に基づいてこの委員会は議論すると。そして本当に被爆者の被災者の方の健康を守るために何がいいかということを議論するんだということをこの議論委員会 その目的であるということを申し上げています。でさて、そのあとリスクに関して他に何か、どうぞ。一つだけ先ほど木村先生 この私もこれ拝見して、最初の接種ミオソヒに関して、森内先生ちょっと、線量の今不確実さっていうか不確かさが、議論ちょっとあったんですけど、私が間違っていなければ保育園でやられたこの環境省事業におけるこの接種ミオソヒの3というのはですね、むしろその3を仮定して評価したっていうことではなくて、そのホルボディの実効線量とその甲状腺のスクリーニング結果をその接種も1回接種として仮定した場合の比として出てきた値なんですよ。むしろ逆にそういう推定をすると3になりますねと。ですから環境中インベントリーにおける1対10と環境中におけるその北西部分のおよそ1対10、それからいわきの50以上というような環境フィールドにおけるその接種ミオソヒとの違いと大きく違っている3がですね、ということはその接種も1回接種としてホールボディで評価してはいけないと。つまり経口接種部分があると、要素の場合は早い時期ですし、あってもその規模は小さいけれども、接種は継続的な評価部分が接種部分があったというふうに考えるのが妥当な考え方じゃないかというふうに思います。はい、その、ホールボディカウンターの、結果等についてお話をされましたが、ではそういった本間先生、何ですか、直接的なホールボディカウンターの結果はどこに誰がどのようにいたかということをきちんと推移し、結果を見た上でその3という日を決めたということになるということでよろしいんでしょうか。そうだから言ってます。そうじゃなくて、はい、保育園の使われたデータは多分実効線量の値だけがあってですね、でそれをその1回接種の場合として評価しましたと、はい、でそれと甲状腺のスクリーニングの線量結果を、はい、接種量比で考えると接種ミオソヒは3が、
妥当な評価であったと、むしろそのそういうロジックで出された3であるということを理解される方がいいんじゃないか、まあ、僕間違ってなければそうじゃないかと、これは、おっしゃってますが、この実際の実測、私もずっと、この内部被曝等についても追っておりますが、実測値から言って経口摂取量が少ないというようなことで、ではないわけですよね。そうです、だから経口摂取の量があったんじゃないかと。はいはいはい、もちろんもちろんで、水に含まれている要素量というのもかなり大きかったというふうに我々は考えておりますし、もう少し言えば、吸入摂取被曝の方もかなり寄与があったのではないかと私自身のデータとしては取っております。でそういったようなところの、具体的なことっていうのは本来こうやって包囲検査だけの話で議論をするだけではなくて、今、先ほどこの貴重なデータを提示していただいた、森口先生、等のデータをもう一回再解析することが一番大切であり、かつこの永谷先生もおっしゃってたように3ミリシーベルト云々という話まで議論をしていくには、これは線量評価をもう一度きちんとした形で、解析していくことが必要だと思います。その当時のデータっていうのをものすごく僕も調べていて、今自身自分自身でも相当調べてるんですが、今森口先生が出されたこのデータっていうのは驚異的でした。でこういったようなことを踏まえながらやっていかなければ、ざっくりとではいかないと思います。だからこそきちんとした、分析っていうものが僕は必要だと思います。私は否定してるんではなくて同感で、要素の初期被曝を得るにはこのホールボディのデータっていうのも、まあ、利用可能なんだけれども、それが残念なことにその実効線量のデータしかないと、そういった中でこのセシウム要素比っていうのをどういうふうに考えてたらそのより良いですね要素の初期被曝の線量評価に結びつけられるのかということを、まあ、平成24年の授業の時にも検討委員会で申し上げたんですけれども、まあ、そこをもう少しそのデータ、十分なデータがその他のデータをまあ使いながら補足してより良い、まあ、要素初期被曝の線量を、まあ、推定していかなければいけないというふうに私も考えております。わかりました。それだったら森口先生に使われてください。はい、ありがとうございます。本間先生おっしゃった平成24年度事業につきましては、保育園公開で国際ワークショップなさいました。でこの3という数字をご説明になったときに私フロアにおりましたので挙手いたしまして質問をさせていただいております。ですから当然それは体内でのその代謝ですとかそういうことも考慮した上でやはりこの数字は解釈しなきゃいけないんですねということで、栗原先生からもそのようにお答えをいただき、そして今日私が提示させていただいた11枚目12枚目 のデータですね、これは栗原先生中心に取りまとめていただいております。そういうことも含めまして、やはり初期被曝をモデルで再現する過程でどういうことであったのかですね、で、まあ、3という数字にこだわるのではなくて、その先ほどそのいつ被曝したかということを、まあ、仮定せざるを得なかったかと思いますが、私今日ご紹介したデータでいつ、まあ、これはもちろん経口摂取の再現非常に難しいわけですけども、呼吸経由の 採取であればですね、どこの地域で何日の何時にどの程度摂取した可能性が高いかということの、その推計の精度は飛躍的に高まると考えておりますので、要はさまざまなデータの互いの辻褄が合うかどうかということをやはりきっちりと検証すべきであろうと。でそういうデータはまだありますと、それについては、まあ、今日津田先生そういう部分であれば急ぐ必要はないとおっしゃっていただきましたので、それはやはり時間をかけてですねやっていく。それから長崎先生先ほどの国統一の線量評価でとおっしゃったわけですが、その線量評価についても適宜見直しの機会まだこれからあるかと思いますので、そういったところに科学的な知見を結集していただきたいと、そういうお願いを持って今日こういう話題提供させていただいたということで、その点お見取りいただければ大変ありがとうございます。活発なご議論ありがとうございました。で今日最後にの事務局で、保育園の中です。木村先生の指摘のように保育園で考えているのは今でいいということではなくて、その行動とかいろんなデータが必要だというのは再三この検討会でもそういう分析をするというふうにも話をしておりますし、それは必要だと考えています。
それから、まあ、森口先生が言ってくださったんですが、我々の研究所 の, 研究者が今回出したデータのことが議論になってますけれども、もう他の外国の方、それから日本の方、それから JA、いろんな方々に入っていただいたところで、これは議論したもので、もちろんご意見の名前で出ているというのはありますけれども、議論した段階でご意見だけではなくて、国内外の研究者に入っていただいて、でこれは違うと、いや、これはこうだという議論はした上での結論だというふうに理解していただければと思います。わかりました。じゃあちょっとだけ時間いただいて、線量のまとめの時に抜けておりました、福島県内における住民の被爆線量評価、これは原研 の原子力研究開発機構の報告でありますけども、これは事務局ですか、それとも駒先生、事務局だ。今山崎座長からお話しした時、参考資料の 2-1 それから 2-2 に関するところ、資料 2-1 に、すいません、参考資料 2-1 でございます、失礼いたしました。参考資料 2-1 それから参考資料 2-2 この2点をお手元にご用意いただけますでしょうか。これは参考資料 2-1 に文言を可決いたしましたという報告でございます。参考資料 2-1 のですね、10ページをご覧ください。この中段のところにですね、可決をしてございます。でその元になっておりますのが参考資料 2-2、 今ご紹介いただきました福島県内における住民の被爆線量評価の高原翔子先生からの資料でございます。高原先生からご提供いただきましたこの資料 2-2 の要約をこの10ページの資料、参考資料 2-1 の10ページのところにまとめて解説をしておりますので、ご確認をいただければと思います。報告は以上でございます。どうもありがとうございました。先ほどの線量評価のまとめの方で簡単にご紹介しましたけれども、森口先生、このたくさん今お話になったようなことを全て含んだ決議のまとめになっておりますので、よろしくお願いいたします。さて今日はもう本当に活発なご議論で時間がなくて困ったんですが、またオーバーしてしまいまして申し訳ありませんが、講師の先生方、本当に活発なご議論のもとも提供していただくし、委員会としてはこれ全て記録に残りますので、それをまた将来の参考にして議論させていただきたいと思います。それでこれもいいのか、事務局として何かありますか。最後に、次回第9回目の専門家会議の開催につきましては8月5日17時から本日と同じ会場を予定しております。日程の調整をお願いできればと存じます。また本日の議事概要及び議事録につきましても後日公開とさせていただきますので、事務局からお送りいたします。後日ご確認をお願いいたします。事務局からは以上です。本当にいろいろとご議論いただきまして、ただ時間がなくて十分に議論できなくて申し訳ないところがありましたけれども、ここはご容赦いただきたい。どうもありがとうございました。